ああ、そうだ。お礼を言うのを忘れてたわ。お礼？仕送りについてよ。ああ、いやいや、別に大丈夫だよ。ううん、とっても感謝してるんだから。毎月3000円送ってくれてありがとうね。おかげで毎日おいしいお米を食べることができているわ。え？ 3000 円？ちょっと待って、私毎月10万円を送ってるんだけど。私の名前はミカ、50歳の会社員だ。私は家電メーカーに長く勤めている。大学を卒業してからずっと同じ会社なので結構給料も上がっている。夫の健太は営業の仕事をしており、今も一生懸命働いている。息子の龍平はもうすぐ大学を卒業する時期、やっと子育てが終了しそうで一安心という感じだ。子育ての面で夫には相当協力してもらったと思う。でもそれは直接的なことではなく、お金の面での協力だった。おむつ替えなどのお世話の面では私が全部やっていた。私は極貧の田舎育ち。実家は駅から車で20分ほどのところにあり、周りには他の家がなく、ただ一軒だけがポツンと立っている状態。家は広いが古くてボロボロだった。だが土地は広大で、家の周りのほとんどはうちの所有だった。小学校と中学校では自転車通学が禁止されていたが、家が遠くて不便だったので、私だけ特例で自転車通学を許可された。それでも1時間以上かけて自転車を押して登下校したものだ。実家は本当に不便だった。電気は通っていたがガスはない。プロパンガスも使わず、お風呂や料理、ストーブには薪を使用。水は井戸から汲んでいたこともあった。両親はそんな不便な環境で農業を営んでいた。広大な土地を持っていたが、畑はそれほど広くはなく、両親2人で問題なく管理できる程度だった。家にはトラクターや野菜の洗浄機などの農業用機械がいくつかあり、両親だけで仕事をしているには畑は広かったと思う。そんな環境も悪くはなかったが、まだ若かった私は都会での生活も経験してみたかった。そのため私は必死になって高校からの生活を全寮制の都心の学校に通って過ごしたいと親に相談をした。両親は必要ないと言っていたが、将来的なことを考えて社会経験は必要だと私は食い下がった。やがて親も納得して私の要求を飲んでくれた。こうして私は都会での生活を手に入れたのだった。その後高校を卒業すると、そのまま都心にある大学に進学。そして大学を卒業後は、私は今も勤めている会社に就職した。夫と出会ったのはその頃である。夫は私が働く会社で営業に来ていた。そして何度か顔を合わせるうちに親しくなり、プライベートでも会うようになった。私と夫はどんどん距離が縮まっていき、交際が始まってやがて結婚に発展した。それから私は結婚の翌年に息子の龍平を出産。息子が生まれて私たちの生活にはある変化が起こる。私と夫は悲しいことに同年代と比べると少し給料は少なめだった。お互いにあまり給料のいい会社ではなかったのだ。そして当時は不景気でかなり経済状況が良くなかった。そのため私は月末になるといつも家計簿や通帳を見ながら頭を抱えていた。今月もやばいかも。そんなにか。もしかしてこのままじゃ生活できなくなるとか？いや、そこまでじゃないけど、これから龍平が大きくなってお金がかかってくるでしょ。その先には私たちの老後のことだってあるし、今のままじゃちょっと不安が大きすぎるところかな。そうか。仕事を頑張るって言っても、俺たち個人の力ではできることも限界があるしな。ここは国が早く景気回復してくれるのを祈るしかないか。いやいや、そんなの待ってるわけにはいかないよね。もっと現実的な方法を考えないと。現実的な方法？夫は私が何をするつもりなのかわからないで首をかしげていた。翌日、私はホームセンターに行き、プランターや肥料、野菜の種などを大量に購入してきた。私は田舎でほぼ自給自足してきた経験を生かし、徹底した節約生活をしてやろうと決心したのだ。ベランダと玄関はプランターでギチギチに埋める。私たちはマンションに住んでいるので、苦情が来ないように虫や鳥対策は必須だ。私は中学生まで農家だった両親の手伝いをしていたので、この辺りの知識には自信がある。ただそれくらいでは徹底した節約とは言えない。まだまだ山で育った経験を生かすべきだ。今日は天ぷらか。
あれ、この天ぷらは何？見たことない野菜だな。それはタンポポよ。え？これってもしかして道端とか川沿いに入ってたやつとか？そうだけど、町でも食べられる野草って結構あるのよ。これ、食べて大丈夫なの？夫は最初は抵抗感があったが、野草の美味しさを理解してくれた。またたまに実家に帰っては野菜をもらう。さらに家では電気やガスは使いすぎないように工夫をしているし、服や家電、家具は基本的にリサイクルショップで購入している。もちろん夫にはお小遣いは我慢してもらっている。夫は少し窮屈そうだが、節約によって貯金までできるようになった。やがて月末に通帳を確認する必要がなくなった。勤続年数が増えて給料が上がったことも多いと思う。もちろん節約生活がかなり大事だとは思うが、しかしここまで節約生活を徹底してきたせいか、夫は少し窮屈そうだった。だんだんお金には余裕が出てきているんだろうけど、こんなにやる必要あるのかな。今をもっと楽しむことも大事だと思うけど。誕生日やクリスマスの時には新しい服とか買ってるじゃない。でもそれって年に2回しか買えないってことだろ。それに買ったって言ってもデニム1本とか上着1着だろ。そんなこと言われても、私だってもっと服や化粧品は欲しいし、美容室に行く頻度をもっと増やしたいわ。そうやって余裕が出てきてるって言っても、大きな支払いがあれば一気になくなるんだからね。竜兵が独り立ちするまでの我慢よ、我慢。夫は私の言葉にしぶしぶながらも納得した感じだった。確かに私も少しやりすぎかもしれないと思うこともあるけど、息子には不自由をさせたくない。子供が生まれた以上は子供を最優先に考えたい。だから節約はこのくらい徹底しておきたいと思っていた。それにもし息子が独り立ちしてお金が余るようなことがあれば、そのお金は私たちの老後のために使える。そうすれば節約をしてよかったと思えるだろう。そしてそのような生活を続けて20年以上が経った。そして息子が大学を卒業する時期がやってきた。就活もうまくいって、春からは新社会人だ。これで私たちの育児は完全に終了したというわけだ。あなた、今まで窮屈な思いをさせてごめんなさいね。でも、そのおかげである程度のお金が貯まったわ。これまで我慢していた分、ちょっと贅沢してもいいと思うの。え、本当に？夫は私の言葉を聞くと、待ってましたとばかりにウキウキした表情をした。どうやらずっと我慢していたことがあるようだ。実はさ、俺欲しいものがあるんだ。何が欲しいの？ずっと狙ってた車があるんだよ。車はちょっと贅沢じゃなくて、だいぶ贅沢だと思うけど、どのくらいするの？これこれ、これが欲しいんだよ。夫は最初から私におねだりするつもりだったようで、近所のカーディーラーのチラシを取り出した。夫が指す車に目を落とすと、その価格に私は驚いてしまった。え？これ、中古で500万もするじゃない。ええ、20年以上も節約生活に耐えてきたんだから、これくらいはいいだろう。いや、でもちょっとだけ待ってよ。額が額だから、もう少し検討しましょう。ああ、買ってもいいって言ってたよな。前向きな検討を頼むよ。夫はほぼほぼ許可が出たと思って喜んでいる。私は思い悩んだ。ここまで高い買い物を要求されるとは思わなかった。しばらく時間が経てばテンションが落ち着いて、もう少し安い車で妥協してくれるかもしれない。そう思って様子を見る。しかし、この検討期間の間にちょっと問題が起きた。それは母のことだ。母が最近通院しているということが分かったのだ。去年父が亡くなってから母は一人で暮らしていた。だが実家は先に話したようにかなり不便な場所だ。そんな場所で暮らしながら通院をしているのは結構心配だ。だから私は母と同居したいと思った。ねえ、お母さんと同居できないかしら？あ、同居？うん、こっちに来てもらおうって思って。いやいや、お母さんが嫌がってるんだろ、田舎暮らしがいいって。そうだけど、あの家に一人にはしておけないでしょ。何かあっても誰も気がつかないし、気がついてもすぐに駆けつけられないでしょ。まあそうだけど、無理に来てもらってもお母さんが俺たちに気を使うだけじゃないか。私が夫に母の同居を提案すると、反対のような返事をされた。急に母との同居の話をされたら困るのはわかる。でも私の気持ちも理解してほしかった。私は母に同居について話してみたのだが、母は同居を嫌がった。だがさすがにあの家に一人で置いておくわけにはいかない。
そこで私が通いやすい距離にあるアパートやマンションに一人で暮らしてもらいたいとお願いした。そうすれば同居でもないから夫も納得いくし、私も母の様子を見に行けるのでありがたい。母は田舎を離れるのを渋っていたが、やがて同意して引っ越してくることになった。母が引っ越しの時に持ってきた生活品は服と布団くらいだった。考えてみれば実家には炊飯器も使わずに土鍋で炊いていたし、トースターもレンジもなかった。まともな家電といえば扇風機だけだ。テーブルや棚などの家具も田舎の大きな家のサイズに合わせたものだったので、小さな市営住宅に持ってくるには大きすぎた。そのため新しい家には家具がなく、部屋の真ん中に布団がちょこんと敷いてあるだけだ。母の新生活は生活必需品を揃えるところから必要なようだ。しかし母には家具や家電を一気に揃えるだけのお金の余裕があるようには思えない。また実家の解体にもお金が結構かかったと思う。そのため私は新生活のための費用を自分で負担することにした。頑張って貯金やら節約をしてきたが、こうやって一気にお金が飛んでいく。この虚しさと言ったら、だがお金に変えられないものはたくさんある。母のことはとても大事だし、今後も私が面倒を見ていきたい。そこで私は夫に仕送りについて相談をした。お母さんに仕送りしようと思ってるの。え？仕送り？私の給料から出すからいい？ああ、まあそれならいいよ。月いくらくらい？家賃3万の市営住宅に住めたから月に10万くらいを送ろうかなって思ってる。うん、そうか。夫はとりあえず納得してくれたようだった。だがあることについて聞いてきた。お前、俺の車の件忘れてないだろうな。え？あの500万の？そうだよ。いつになったら買わせてくれるんだよ。ちょっと待てよ。今はバタバタしてて大変なのよ。車は逃げないし、もう少し余裕ができてからでも。俺はいつまで待てばいいんだよ。ふざけんなよ。え？夫はそうやって怒って自室に行ってしまった。私は自分勝手なのだろうか。自分の母親のことを心配してそちらを優先したことは自覚している。だが夫にももう少し理解してほしいと思った。でも夫には節約を協力してもらっていたし。ぐるぐるとそうやって私は自分がどうしたらよかったのか悩んでしまった。翌週の日曜日、私と夫は母の仕送りのために銀行に自動送金の手続きに向かった。夫は一日寝た後、私にこう言ってくれたのだ。ごめん、ちょっと自分勝手だったよ。お母さんのこと考えたら仕送りの方が大事だよな。あなた。私は夫が理解を示してくれて嬉しかった。自動送金にしてしまえば毎月お金を送る必要はないので便利だ。ただ事前にネットで調べて必要なものは持ってきたが、自動送金の手続きはしたことがないので、私はどうしたらいいのか分からずに戸惑った。そこにスタッフの人がやってきたので、事情を話すと自動振込利用申込書をくれた。そして銀行の端っこにあるテーブルを貸してくれた。あれ、ここは何を書いたらいいの？こっちがお前の口座で、こっちはお母さんの方だろ。ああ、本当だ。よくわかったわね。いや、口座って書いてあるから誰でもわかるだろう。ちゃんと見ろよ。私は四苦八苦し、夫にやいのやいのと言われながら何とか申込書を書き終えた。こういう書類を書くのはどうも疲れるわ。お疲れさん。俺が出してきてやるよ。夫は私が疲れたことを察してくれたようで、申込書を提出しに行ってくれた。すいません、さっきの書類書けたのでお願いします。夫の声が聞こえる。申込書を渡してくれたスタッフに書き終えた申込書を渡したようだ。私は一息ついて母に電話をした。そして仕送りについて話をした。しばらくすると夫がテーブルに戻ってきた。手続きが終わったぞ。振り込みの金額変更はサイトとかアプリからできるらしい。やり方を聞いといたから、やるときは言ってくれ。俺がやるよ。そう、ありがとう。時間がかかっているなと思ったら、そういうやり取りを私の代わりにしてくれていたのか。夫がそうやって協力的になってくれて嬉しかった。翌月最初の母への仕送りの日、私は通帳を記帳して無事に母に仕送りできているのか確認する。通帳を確認すると、無事に自動送金と書かれ、10万円が母の口座に送られていた。どうやら問題なく自動送金ができているようだ。ほっと一安心して私は日常に戻った。母の様子を定期的に見に行き、母のために料理をしたり家事をしてあげて自宅に帰る。
息子は社会人になったと同時に一人暮らしを始めたし、夫は帰りが遅いので母のところに行ってもゆっくり晩ご飯を作る時間はある。だがそれから少し経って気になることがあった。それは休日に夫が一人で出かけることが増えたことだ。ふらっと出かけていき、そして夜は友人と飲みに行っている。帰ってくるのは夜遅くだったり朝方だったりする。まあ夫にはいろいろと節約を強いたりして苦労をかけたので、息子が自立した今羽を伸ばしてほしい、そう思いあまり気にしていなかった。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きた。それはある日の休日、私は久しぶりに友人に誘われてランチに行き、また他にも用事があったので母のところに行けなかった。するとその日の夜、母から電話がかかってきた。もしもしお母さん、ごめんね今日は行けなくて。ううん、いいのよ。何かあった？ちょっと声を聞きたくてね。お友達とのランチは楽しかった？うん、楽しかったよ。向こうも男の子がいるんだけど、社会人になったばかりで大変そうにしてるって。竜兵はひょうひょうとしてるからあまり辛そうじゃないんだけど、実は何か抱えてるのかなってちょっと心配になったよ。親はみんな子供が心配だからね。でも竜兵なら大丈夫でしょ。あの子は芯の強い子だから。うん、そうだね。ああそうだ、お礼を言うのを忘れてたわ。お礼？仕送りについてよ。ああいやいや、別に大丈夫だよ。ううん、とっても感謝してるんだから。毎月3000円送ってくれてありがとうね。おかげで毎日おいしいお米を食べることができているわ。え？3000円？ちょっと待って、私毎月10万円を送ってるんだけど。え？母の言葉に私は驚いてしまった。そして母もまた私の返答に驚いている。でも口座には毎月3000円が振り込まれてて。私は一体どういうことかわからなかった。母が嘘をつくはずがないし、認知症が発症したとかではなさそうだ。私は何か手違いが起きているのかもしれないと思った。だがここで何か嫌な予感がした。もしかして夫が細工をした？そう考えると夫には不審に思うところが最近いくつかある。そして申し込み書を出したのは夫だ。銀行で確認したところ、なんと途中から母ではなく夫の口座に10万が振り込まれるようになっていたのだ。そして母の通帳を確認したところ、夫の口座から毎月3000円が振り込まれていた。それはつまり夫が私が母のために仕送りしていたお金を横領しているということだ。私はすぐに夫を問い詰めたかったが、あえてしなかった。その代わり仕送りをやめて全部食料を大量に送ることに。私が仕送りをしている理由は母の食費を浮かせたいからだ。年金などは今後何か病気になったりして通院が必要な時だったり、他のことに使ってほしい、食うことに困らないようにと仕送りをしていたのだ。だから食材を送るのでも構わない。そうやって仕送りの方法を変更してから2ヶ月が経った。するとある日、夫がそわそわした様子で私に話しかけてきた。お母さんって元気にしてる？ええ、だけどどうして？いやちょっと気になって。お金とか大丈夫なの？生活は安定してるのかな？急にどうしたの？あなた今までそこまで私のお母さんの様子を気にしたことないじゃない。私がお母さんのところに行くときについてきたこともないし、仕送りだって私がしてるんだから問題ないわ。そうか。夫は明らかに動揺している。私が仕送りをやめたことは知っているだろうが、それを知っていると言ってしまうとボロが出る。自分から言ってしまうわけにはいかない。だが言わないと金銭での仕送りがない状態が続く。そうなると夫は困ることがあるのだろう。私はあえてそのまま夫を泳がした。そしてそれからさらに2ヶ月が経った。すると夫はまたしても仕送りについて聞いてきた。どうしたの？なんでそんなに仕送りについて気にするの？いやちゃんと送金できてるかなって。送金？ああ、数ヶ月前からお金じゃなくて物資に変えたわよ。え？食材を送るようにしたの。どうしてだよ。普通はお金を送るだろう。だってお母さんは基本散財しないタイプだし、食うことに困らなければ全然生活できるもの。家賃や光熱費は年金で全然賄えるし、食費がかからなければ安心して暮らせるのよ。それの何が問題なの？いや。私はため息をついた。あなたが気にしてるのってローンの支払いでしょ。え？私が知らないとでも思った？
あなたが勝手に自動振込の振込先をあなた自身の口座に変えたの知ってるんだから。それで勝手に欲しかった車をローンを組んで買ったんでしょ。な、何言ってんだよ。車なんて新しいの買ってないだろ。駐車場にはずっと昔から乗ってる車だけじゃないか。新しいのを買った時点でバレるじゃないか。そうね、でも他に駐車場があったら。え？私はそう言ってとあるものをテーブルに広げた。それは一枚の写真。夫はそれを見て顔を青くした。これ、とあるマンションの駐車場だけど、あなたが以前欲しいって言ってた車よね。チラシを見せてもらった時の車とデザインも車種も一緒。たまたまだろ。俺のじゃない。わざわざこんな写真を撮ったのか。ああ、この写真だけじゃわからないわよね。そう言って私は他の写真を出した。それは夫が見知らぬ女性とそのマンションの部屋に入っていくところだ。この女性って誰？隣の男性はあなたよね。それは不倫してたのよね。それで不倫相手の駐車場にこの高級車を止めてたってことでしょ。夫はしどろもどろになって動揺している。なんとか答えなさいよ。私の仕送りを勝手に使って高級車を買って不倫してたんでしょ。へっ。私が立ち上がり夫を見下ろしながら叫ぶと、夫は小さく悲鳴を上げて土下座した。ごめんなさい、ほんの出来心で。そう言って何度も謝ってくる夫だが、正直許せなかった。確かに夫にはいろいろと苦労をかけた。我慢も強いた。だが不倫をしたりお金を盗まれるようなことをされるのは違う。それは夫が悪いと思う。さすがに許せないわ。離婚しましょう。待ってくれよ。離婚されたら俺のローンの支払いは？これからの生活は？家事は誰が？甘えてんじゃないわよ。そうやって私にいろいろと頼ってたんなら不倫なんてしなければよかったのよ。車だって私に何度もお願いをしたり、ローンの相談とかいろいろできたでしょ。とにかくもう話す余地はないわ。私と別れてください。私はそう言って記入済みの離婚届を突きつけた。夫はがっくりとうなだれていた。その後私たちは離婚が成立した。弁護士を通して夫と不倫相手には慰謝料を請求。夫はローンもあったため借金が増えてかなり生活が厳しいようだ。そのためお金に全く余裕がなく、不倫相手からも振られてしまったらしい。驚いたことに元夫は復縁を求めてきたが、もちろん私は断固拒否をした。そして息子からも呆れられて縁を切られたらしい。一方、私は母と一緒に暮らし始めた。息子も母に会いたいとしょっちゅう帰省してきている。家族3人で楽しく食事をしたりして、夫と別れてからの方が幸せな日々を過ごせている気がする。これからも私は息子と母を大事にしながら仕事に家事に頑張っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。おい、風呂は？飯は？酒は？ごめんなさい、熱が出てて。うるせえ。たかが風邪で家事をサボるなよ、この奴隷風情が。いいからさっさと飯を用意しろよ、このクソ女。はい。私は気だるい体を起こして台所へと向かった。体が思うように動かない。私はのそのそと歩くことしかできなかった。すると急に背中に衝撃が走り、次の瞬間私は前のめりに床に倒れた。いった。お前は本当に使えないクズな嫁だな。私は最初何が起きたのかわからなかったが、どうやら夫は私のことを後ろから蹴ってきたようだ。私は恐怖から声を上げることすらできなかった。その直後、夫の後ろから声が聞こえた。言い残したことはもうないか。声のする方を見ると、屈強な男性が立っていた。私の名前はみゆき、27歳の会社員だ。私にはアキラというお付き合いしている男性がいる。彼との出会いは偶然だった。私が友人とバーで飲んでいた時、友人の知り合いがバーに入ってきた。そこで友人とお知り合いの方がお互いに久しぶりと言いながら話し始め、それで一緒に飲むことになった。お知り合いの方が一緒にいたのがアキラだったのだ。彼らは大学の同級生だそうで、私や友人より2歳上だった。2人とも爽やかで面白くてモテそうな雰囲気だった。
初対面でも自然と会話が弾み、4人で楽しくお酒を飲んでいた。そこから私たちはこのグループで定期的に飲みに行ったり、バーベキューやドライブに行くようになった。そして距離が縮まっていき、ある日アキラは私に告白をしてくれて付き合うことに。私も彼に惹かれていたので告白をされた時は嬉しかった。交際が始まってからも彼はすごく優しくて私に尽くしてくれた。デートコースやプランもしっかりと毎回考えてくれて、プレゼントもセンスが良くて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして順調に交際を続けていった私たちは、交際を始めてから1年半ほどが経った頃に結婚することに。みゆきとなら幸せな結婚生活を送れる気がするんだ。俺のそばにいてずっと支えてくれないか。そう言って指輪を渡してくれた彼。私の答えはもちろんイエスだった。結婚指輪もとても可愛くて、私は幸せいっぱいだった。私はすぐに結婚の報告を姉にした。お姉ちゃん、私結婚することになった。本当に？おめでとう。みゆきが幸せになってくれて嬉しいわ。姉は私の7歳上で、幼い頃に亡くなった両親の代わりに私を育ててくれた保護者代わりでもある。だから私は何でも姉に相談をしていたし、いろんな報告もしていた。私が大学を卒業して就職をした頃に姉は結婚し、幸せな家庭を築いていた。私も姉夫婦のように仲が良くて幸せな結婚生活を送りたいと思っていた。だから結婚が決まって本当に嬉しかった。姉の旦那さんは現在単身赴任をしており、姉は一人で暮らしている。今日は報告のついでに姉の家に泊まり、お祝いのごちそうを食べて楽しい時間を過ごした。それから私は彼のご両親と会って挨拶をした。はじめまして、みゆきと申します。これはどうもはじめまして、アキラの父と母です。彼のご両親はとても優しくて、笑顔で私のことを出迎えてくれた。アキラの父親は会社を経営していて、彼も父親の会社で働いている。経営者ということだからきっと両家だろう。私に親がいないこととかでいろいろ言われるかもしれない。そんな不安があったが、全くそのような心配はいらなかった。義両親は本当に優しくて、私の家庭環境など気にせずに私自身をちゃんと見てくれた。みゆきさんはまっすぐでとても優しい人だね。アキラのことを支えてあげてね。はい、これからよろしくお願いします。義両親がとてもいい人たちでよかった。その後、私と私の姉と彼と義両親の5人で両家の顔合わせの食事会も行われたのだが、義両親は私の姉とも仲良くしてくれて本当に安心した。そして私とアキラは幸せな結婚式を挙げた。たくさんの人に祝ってもらえて、とても幸せな思い出深い式になったと思う。それから私とアキラは一緒に暮らし始めて結婚生活が始まった。私は仕事が好きだったが、彼から家庭に入ってほしいと言われ専業主婦になることに。俺は父さんの会社を継ぐことになるし、家事に手を回す暇もないだろうから、みゆきに全部お願いしたいんだ。わかった。アキラが仕事に集中できるように家事を頑張るね。夫を家で支える。そのことに全力を尽くすのも悪くないだろう。最初の頃はうまくいっていたと思う。私は掃除も洗濯も料理も頑張った。夫は私の料理を美味しいと言ってくれていたし、休みの日には2人でデートをしたりして楽しい時間を過ごしていた。だが結婚してから1年ほどが経ったつい最近頃、なんだか夫の態度が冷たくなってきた。お帰りなさい。ああ。ご飯とお風呂どちらにする？飯。わかった。すぐ温めるね。夫は私と目を合わせることもなく、めんどくさそうに返事をする。そしてテレビを見ながらご飯を食べて、私とは全然会話をしない。帰ってくるのも遅くなっているし、そもそも晩ご飯を食べないで飲んで帰ってくる日も増えた。だんだんとすれ違いが増え、私は悩んでいた。姉に相談をするとかなり心配をされた。何かあったらいつでも言ってねと言われ、私はよく姉の家に行っていた。姉と話しているだけでストレスが和らいでいくのだ。そうやって夫とうまくいっていなくて悩んでいた状態をごまかしていた。だがどんどん夫の態度はひどくなっていった。なんだよこの料理、まず。え？
夫はそう言うといきなりゴミ箱に私の料理を捨て始めた。ちょっと何をするの？うるさい。俺はこんな地味な魚料理なんて食いたくないんだよ。さっさと肉料理を作れ。夫はそうやって怒り、壁をどんと叩いた。私は怖くなり、急いで料理を作り直した。夫は今度は食べてくれたが、無言で食べていて本当に怖かった。おい。はい。酒が足りないから今度はもっと量を増やしておけよ。分かったわ。夫はそう言って私をにらみつけた後、自室に入っていった。どうしてこんな態度を取るようになったのか。私は理由が分からず困惑した。そして理由を聞ける雰囲気でもなかった。私はすぐに姉に相談をした。姉は顔を青くしながら話を聞いていた。そんな人だったの？本当に大丈夫？結婚生活続けていい相手なの？でも最近仕事が忙しいみたいだし、それでストレスが溜まっているのかも。でもそんなことをするのは非常識だよ。姉はすごく心配していた。ねえ、みゆきは嫌かもしれないけど、何かあったら困るから提案したいことがあるんだけど。え？私は姉からの提案に驚いた。だがそれくらいしないとちょっとまずいかもしれないと思い始めていた。そしてその後、夫はとんでもない行動を起こすのだった。それはある日のこと。私は朝からものすごく体調が悪かった。なんとか朝食を作り、夫を見送った後に熱を測ったら39度もあった。最近夫と一緒にいてストレスを感じることが多かったから、もしかしたら体調にも影響が及んだのかもしれない。私はなんとか掃除と洗濯を終えて、自分のお昼までは作って食べたのだが、市販の薬を飲んでも体調は良くならなかった。姉に LINE で高熱が出ていて体調が悪いということをメッセージで送ったのだが、その後すぐに私は気を失った。おい、起きろこのクソ女が。え？誰かの怒声が聞こえ、体を揺さぶられている振動で私は目が覚めた。目を開けると視界に入ってきたのは鬼の形相で怒っている夫だった。私いつの間に。どうやら私は疲れが溜まっていたのと熱のせいで眠ってしまっていたようだ。ごめんなさい。私。お前ふざけんなよ。何舐めた真似をしてくれてんだよ。夫は私の話を遮り怒鳴り続けた。おい、風呂は、飯は、酒は。ごめんなさい、熱が出てて。うるせえ。たかが風邪で家事をサボるなよ、この奴隷風情が。いいからさっさと飯を用意しろよ、このクソ女。はい。私は気だるい体を起こして台所へと向かった。体が思うように動かない。私はのそのそと歩くことしかできなかった。すると急に背中に衝撃が走り、次の瞬間私は前のめりに床に倒れた。いった。おい、何言ったりダラダラと歩いてんだよ。お前は本当に使えないクズな嫁だな。お前なんかと結婚して失敗だったわ。マジで若い女に乗り換えようかな。お前の態度がひどすぎてどうしようもなかったって言えば、父さんたちも納得するだろうよ。夫は私を見下ろしながらそう言って笑っている。私は最初何が起きたのかわからなかったが、どうやら夫は私のことを後ろから蹴ってきたようだ。てか言って、お前背中硬くね？亀の甲羅でも背負ってんのか。もう少し蹴ってやろうか、亀野郎が。さながら俺は浦島太郎のいじめっ子ってか。ま、現実世界はああいういじめっ子の方が権力を持ってるんだよな。そうやって不敵な笑みを浮かべる夫。私は恐怖から声を上げることすらできなかった。その直後、夫の後ろから声が聞こえた。言い残したことはもうないか。声のする方を見ると、屈強な男性が立っていた。夫は男性の姿を見た後、私のことを二度見した。なんとそこには警察が立っていたのだ。傷害罪で現行犯逮捕だ。え？夫はまさか警察が入ってくるとは思っていなかったのだろう。パニックになって泡を吹いて倒れた。そしてそのまま気絶をしたので警察に運ばれてパトカーに押し込まれた。みゆき、大丈夫？お姉ちゃん。私は姉の姿を見て一気に安堵した。そして涙が止めどなく溢れ出た。よかった、助かって。お姉ちゃんが通報したの？
うん、実はあの男のご両親と連絡を取って隠しカメラの映像を見ていたの。そしたらヤバい空気になってて、それですぐに通報したのよ。家の鍵はご両親も持っていたからすぐに開けられたわ。とにかく間に合ってよかった。姉はそう言って私のことを抱きしめた。そして義両親が私に近づき謝った。どうやら先ほど夫に言い残したことはないのかと言ったのは義父だったようだ。私が声をかけなければ、あのままあいつは君に危害を加えたかもしれない。みゆきさん、本当に息子がこんなことをして申し訳なかった。あいつのしたことは許されることではない。女性に手を挙げただけでも最低なのに、熱で体調を崩している相手に対して後ろから蹴るだなんて卑怯なこと。あいつのことを絶対に許してはいけない。親だからといって甘やかさずに徹底的に制裁を加えることにする。みゆきさん、今の君にこんなことを聞くのも酷な話かもしれないが、息子と結婚生活を続けたいかい？率直な意見を聞かせてくれ。私はもう無理です。アキラさんとは結婚生活を続けることはできません。そうだよね。みゆきさんの口からちゃんと聞けて安心したよ。すぐに離婚できるように全力で協力をしよう。みゆきさんの新しい住居も用意する。義父はそう言い、私に新しいマンションの部屋を用意してくれた。数日間は姉の部屋で過ごし、その間に義両親が購入してくれたマンションに私は引っ越した。それからは夫との離婚を進める段階になった。弁護士を同席してもらい、そして私の姉と義両親も同席した上で離婚の話し合いが行われた。夫は現行犯逮捕をされた2日後に釈放され、義両親の元で監視されていたらしい。夫は私の姿を見ると鋭く睨みつけてきた。私は一瞬ひるみそうになったが、絶対にここは負けるべき場所ではないと思い夫を睨み返した。これは一体何の集まりなんだよ。夫はぶっきらぼうにそう言った。隣にいる義父が夫を睨みつける。お前の離婚の話し合いだよ。ああ、俺は離婚をするつもりはねえよ。こいつの早とちりで通報されて、俺は2日も拘束されたんだからな。警察を呼ぶなんて真似しやがって。なおも夫が私を睨みつける。すると姉が話に割って入った。警察を呼んだのは私ですよ。あなたの妹への態度は完全にモラハラでした。しかも度を越したひどいものだった。あのまま助けが入らなければ妹は大怪我を負わされていたかもしれない。そしたらあなたは今ここにはおらず刑務所にいたかもしれないですね。たった2日で釈放になったことをむしろ感謝するべきじゃないですか。あ、なんだと？ダメな女の姉もやっぱりダメなクズだな。おい、アキラ、いい加減にしろ。みゆきさんのお姉さんの言う通りだ。あの時私たちが駆けつけていなかったら、お前はもっとひどい罰を受けて刑務所入りだったかもしれないんだぞ。義父にそう言われ、夫はようやくおとなしくなった。そこでようやく話し合いができる雰囲気になったので、私は口を開いた。アキラさん、あなたとは離婚します。財産分与もしっかりとしてもらいますし、今回の傷害罪についても示談金を支払ってもらうことになっています。またあなたが会社の若い後輩と不倫をしていたことも知りました。え？夫はバレていないと思っていたらしく顔を青くしていた。更新所に調査を依頼してたんです。不倫による慰謝料もちゃんと支払ってもらえますから。まあ仕方ないか。社長になっちゃえば別に金なんていくらでも入るしな。夫はヘラヘラとしだし、そんなことを言った。それに待ったをかけたのはもちろん義父だ。おいおい、お前何を言ってるんだ。こんな事件を起こした息子を社長になんてするわけないだろ。え？今度の社長は私の弟に任せることにする。その後は優秀で真面目な甥っ子が引き継ぐことになるだろうな。はあ？あいつが社長になるっていうのかよ。なんで一人息子の俺じゃないんだよ。お前には経営なんて任せられるわけないだろ。社長の息子だということをいいことに随分と好き勝手やっていたみたいだな。お前のせいで辞めた女性社員もいると聞く。その件に関してもまた裁判などの話が出るだろう。裁判？ちょっと待ってくれよ。そんなの聞いてないよ。俺はもう金がなくなっちまうじゃねえか。大丈夫だ。お前にはちゃんと我が社の工場で勤務を用意しているからな。肉体労働で必死に働けば借金は返せるだろう。そんな。夫はショックでうなだれ、意気消沈していた。
こうして夫は私と離婚することになり、モラハラによる慰謝料、傷害罪の示談金、不倫による慰謝料を支払うことになった。合計約800万ほどとなっており、完済するには相当時間がかかるだろう。私は不倫相手からも慰謝料を300万支払ってもらうことになっているので、1100万も得ることができた。まあ、分割払いなので毎月少しずつもらう形だが。その後、義両親は再び私に謝罪をしてくれて、家だけではなく新しい仕事も紹介してくれた。現在は義父が紹介してくれた会社で正社員として働きながら、快適な一人暮らしの生活を送っている。姉の家とも近いので、よく一緒に食事に行ったりして楽しい時間を過ごせている。しばらく恋愛はいいので、一生懸命働きながら趣味の時間や姉との時間を多くとって幸せな日々を過ごしていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。うわー、これって豪華客船のチケットじゃない。あ、それはダメ。何がダメだっていうの？お姉さんにこんな贅沢はもったいないわよ。それは新婚旅行のためのものなの。へえ、それじゃあ新婚旅行もらうね。義妹はそう言ってチケットを奪っていってしまった。絶対に許さない。私は彼女に復讐する決意をした。私の名前は遥か、34歳の経営者だ。私にはアキラというお付き合いしている男性がいる。彼との出会いは仕事関係だった。私の会社によく営業に来ていたのが彼だった。熱心に契約を取ろうと何度も足を運んでくれて、私を説得しようとする彼の熱意に私は心を打たれた。もちろん最初は仕事において彼のことを認めていた。だが契約を結び、それから定期的に一緒に仕事をするようになると、だんだんと私は彼のことが気になっていった。そしてそれは彼も同じだったようだ。ある日、彼から仕事後に食事に誘われて、私たちは二人でご飯を食べに行った。そこで彼は私のことを仕事関係の人としてだけではなく、恋愛対象として好きになっていると打ち明けてくれたのだ。立場的にはそんなことを言うのもかなり勇気がいったことだろう。だけど自分の気持ちをしっかりと告げてくれた彼に、私はさらに好印象を抱いた。そして私も彼のことが好きだったので、正直に自分の気持ちを告げた。お互いに好きだということが分かり、私たちは付き合うことになった。私は長い間ずっと仕事に打ち込んできて、恋愛に時間を割けないまま起業をしてしまったので、彼氏ができたのは10年ぶりくらいだ。それでもアキラといるとものすごく自然体になれて、デートではとても楽しい時間を過ごすことができていた。付き合ったばかりの時から、まるで何年も交際を続けてきているかのような安心感があった。そして順調に交際を続けていった私たち。交際を始めてから1年半が経った頃、私は彼からプロポーズをされた。はるか、俺はまだ仕事ではるかには遠く及ばないけど、それでもこの先もずっと一緒にいたいと思う。だから俺と結婚してください。そう言って彼は私に指輪をプレゼントしてくれた。私はずっとアキラと結婚したいと思っていたわ。これから夫婦としてよろしくお願いします。本当に俺と結婚してくれるのか？ええ、もちろんよ。やった、ありがとう、はるか。こうして私たちは結婚することになった。そしてすぐにお互いの両親に挨拶をしに行った。私の親は基本的に私のやることを尊重して見守るタイプなので、結婚相手を連れてきても反対はしなかった。気が強い娘だけど、どうかよろしく頼むよ。アキラさんに逃げられないようにしなさいよ。反対どころかそんなことを言っていじってきたほどだ。ちょっと娘を下げて言う親がどこにいるのよ。アキラは私たち親子の会話を聞いて笑っていた。和やかな雰囲気で終わった結婚の挨拶。だが彼の家族と挨拶をした時はそのようにいかなかった。はじめまして、はるかと申します。どうもはじめまして。さあ、上がってちょうだい。はるかさんと言ったかな。随分と年齢がいっているみたいだけど。アキラをたぶらかしたというわけかしら？え？ちょっと母さん、なんてひどいことを言うんだよ。俺たちはちゃんと恋愛をして結婚まで至ったんだよ。でもあなたは大企業で働いてるわけだし、どうせ玉の腰を狙ったんでしょ？節操がない女性なんだろうな。まあ年齢を考えたら仕方ないか。
母さんたちいい加減にしろよ。はるかは企業の社長だよ。え？こういうものです。私は名刺を渡した。本当に社長さんなのか。はるかのことをよく知りもしないで最低なことばかり言って何してんだよ。社長さんなら早く言いなさいよ。そうだぞ、そうなると話は別だろ。はるかさん、息子のことをどうぞよろしくね。逆玉の腰とはよくやったな、アキラ。いい加減にしてくれ。手のひら返しでそんなことを言って本当に最低だな。そんな怒らないでよ。そうだぞ、人間誰しも間違いはあるだろ。母さんたちのは間違いじゃなく常識がないだけだ。もう結婚の挨拶は終わりだ。俺たちは帰るからな。アキラはそう言って私の手を取り、義実家を出た。はるか、ごめんな。あんな非常識で失礼な親だとは思わなかったよ。アキラは悪くないよ。それにアキラが守ってくれて嬉しかったし。彼は昔から義両親の性格や態度に悩まされることがあったようだ。というのも、義両親はカナという娘を溺愛していて、自分勝手な行動を繰り返していたそうだ。カナは俺の妹なんだけど、親は甘やかしまくっててな。俺はいつも我慢を強いられたよ。そうだったんだ。大変だったんだね。ああ、まあ結構大変だったな。もうある時から諦めてたんだけどね。でも、はるかにあんな態度を取るのは許せない。俺は俺のこれから築く家族を一番大事にしたい。アキラ、ありがとう。彼が本気で私のことを愛していることが分かり、私は嬉しかった。ますます彼のことが好きになった。それから私たちは両家の顔合わせを行った。果たして無事に食事会を終えられるか心配だった。彼は細心の注意を払って義両親の発言に気をつけると言ってくれた。私は自分の両親にも義両親がそういう人だということを事前に伝えておいた。そうして始まった両家の顔合わせの食事会。私もアキラも別な意味で緊張していた。とりあえず最初の挨拶は問題なく終わった。そして料理が運ばれてきて食事会がスタート。そこで早速義両親がやらかした。まったく、社長さんだからどれだけ高価なレストランに招待してくれるのかと思ったら、ああ、大したことないお店だよな。これくらいなら私たちでも食べに来ることができるよ。ちょっと母さんたち、何言ってんだよ。今回のメインは顔合わせなんだから、必要以上に豪華な店にする理由はないだろう。でも社長さんなんでしょ。期待外れだよな。そうやって失礼なこと言うなよ。アキラは義両親を注意してくれたが、義両親は全く聞く耳を持たなかった。そしてさらにもう一人厄介な人物がいた。それは義妹のカナだ。私この野菜嫌い。お兄ちゃん食べて。お酒が足りない。ここ飲み放題とかないの。義妹はそうやってわがままをたくさん言っていた。アキラは義両親だけでなく義妹のことも注意しなければならず、本当に大変そうだった。私も助太刀したかったが、私に注意をされたところで義両親も義妹も腹を立てるだけだろう。だからなるべく話題を変えたりして、食事会を早めに切り上げられるようにした。私の両親は義両親と義妹の非常識さに終始驚いていた。そしてとりあえず両家の顔合わせが終了した。アキラはタクシーを呼んで義両親と義妹を帰らせた後、私と両親に謝ってきた。本当にうちの家族がすいませんでした。このようなご迷惑はもうおかけしないようにしますから、結婚式以降は関わらなくていいですから。確かにちょっと衝撃的だったわね。もちろんアキラ君のことは信用しているが、はるかのことはしっかりと守ってくれよ。はい、本当に申し訳ありませんでした。私の親に怒られている彼を見て、私も申し訳なくなった。はるか、ごめんな。帰り道、彼はすごく落ち込んでいた。仕方ないよ、あの三人を一人で抑えるのは大変だから。本当に厄介だったよ。私も彼もどっと疲れてしまった。それから私と彼は結婚式の準備を進めていった。二人でいろいろと調べて、理想の結婚式を挙げるために何度もプランを考えた。これなら来場してくれた人たちが喜んでくれるだろう。そして私たちの理想の結婚式のプランが完成した。当日が楽しみだね。ああそうだね、最高の思い出が作れる結婚式にしよう。私と彼はすごく楽しみにしていた。そしてついに結婚式の日がやってきた。たくさんの友人たちや職場の人たちが参列してくれた。
一つ一つ私たちが考えたプランが進んでいき、みんなとても楽しそうにしているのが見えて嬉しかった。新郎新婦の席に友人たちがやってきて、それぞれのグループで写真を撮っていく。本当に幸せいっぱいの時間を過ごすことができて嬉しい。そうやって順調に結婚式は進んでいった。だが終盤に差し掛かったところで義妹がやらかした。ねえねえ、もっとお酒をちょうだいよ。かしこまりました。少々お待ちください。こんなつまらない式の楽しみなんて酒しかないんだから。料理も大したことないし、まず新婦が地味すぎてね。義妹は酒に酔っていたから声が大きくなっていた。そのためいろんな人が義妹の発言を聞いていて顔を潜めていた。だが当人は気づいていない。同じテーブルの義両親に注意をしてもらいたいところだが、義両親は全く関与しようとしない。自分たちの食事に集中していたり、義妹と一緒にお酒をたくさん飲んでいた。私もアキラも他の参列客と話したりしたいので、あまり義妹に構いたくない。とりあえずアキラの親戚が代わりに注意をしてくれて、やっと義妹はおとなしくなった。だが私の友人が手紙を読んでくれていた時にグラスを落として割っていて、本当に邪魔だった。あんなに飲んで酔っ払うからグラスを落としてしまうのだ。本当に迷惑でしかない。とりあえず結婚式は無事に終わったが、それでも義妹に邪魔をされたのは心残りだった。私は手紙を読んでくれた友人に謝った。友人は笑って許してくれたが、とても感動する内容だったからもっとちゃんと感情移入して聞きたかった。私の中で義妹は義両親と同じくらい嫌な存在になった。はるか、本当にごめんな。まあ仕方ないよ。親兄弟を結婚式に呼ばないっていうのはできないしさ。とりあえず大きな問題は起きなかったし、これから楽しい夫婦生活を送ろうよ。ありがとう。そうだな。こうして私たちは結婚式を終えて夫婦になった。そして新しく部屋を借りて一緒に暮らし始めた。だがお互いに仕事が忙しくて、なかなか新婚旅行の日程を決めることができなかった。ちょうど私の会社でいろんなプロジェクトが重なっていたのだ。そのためまとまった休みを取ることが難しかった。そこで私と夫は夏休みの時期に連休を取って新婚旅行に行く計画をした。私たちが立てたプランは豪華客船でのクルーズ旅行だ。仕事が落ち着く時期に私と夫はチケットを取った。5泊6日の長旅になり、食事も観光もたくさん楽しめる状態だ。私と夫は新婚旅行を楽しみにしながら仕事に打ち込んだ。もちろん新婚生活も楽しかった。毎日一緒に寝て起きてご飯も一緒に食べる。それだけで十分幸せだった。夫は料理がとても得意で、彼が作るメニューはどれも美味しかった。特にイタリアンが美味しかった。彼が作るパスタなんて絶品で、カルボナーラを作ってもらった時は頬がとろけ落ちそうなほど美味しかった。赤ワインと一緒に食べたらまるでレストランにいるみたいだ。仕事にも真面目に取り組んでいて、そして家事もしっかりとしてくれる夫なんてかなり貴重だ。私はとてもいい旦那さんをもらうことができたなと嬉しく思った。そして幸せな新婚生活を送っていた私たち。だがまたしても義妹が私の悩みの種となった。とある休日の日、いきなりインターホンが鳴ったので夫と出ると義妹がそこにいた。カナ、お前どうしたんだよ、いきなりやってきて。結婚祝いを持ってきてあげたのよ。住所教えてないだろ。お母さんが教えてくれた。なるほど。義両親からも結婚祝いを送ってもらっていたので住所はバレていたようだ。わあ、すごいいい部屋。やっぱり社長が住む家って豪華ね。結婚祝いはありがとう。だけどすぐに帰ってくれよ。もうせっかく来たのにひどくない？お茶くらい出してよ。てか今日持ってきた結婚祝い食べよう。義妹が持ってきた結婚祝いはただの洋菓子店のケーキ3つだった。それってただお菓子を持って家を訪ねてきただけじゃないか。私と夫は呆れつつ紅茶を入れて義妹と3人でお茶をした。ていうか新婚旅行のお土産は？まだ行ってないんだよ。嘘、マジで？もう結婚して数ヶ月経ってるのに？なんか冷めた夫婦だね。はあ、違うよ。お互いに仕事が忙しいからタイミングを合わせてるんだよ。あと数ヶ月後に行く予定だ。はあ、そうなんだ。新婚旅行はどこに行くの？お前に話す義理はない。何よ、ケチ。あ、わかった。大したことないところだから言えないんでしょう。そんなことない。お前がワーギャー騒ぎそうだから言わないだけだ。はいはい。
もしかしてお姉さんの会社うまくいってないのか？え？なんで私？だから新婚旅行にかけるお金がないんでしょ？いや、全然違うけど。ま、それなら仕方ないよね。破産しないように頑張って。それじゃあお菓子も食べたし、私行くわ。そう言って帰っていった義舞。本当に自分勝手で生意気だ。本当にごめん。まさかいきなり来るとは思わなくて。ううん、仕方ないよ。これは運悪く台風が来たみたいなものだ。だから夫は悪くない。その後、私と夫は平和に暮らしていた。そしてついに新婚旅行の日が近づいてきた。だがまたしても義舞によって私たちは頭を悩まされることになる。それは新婚旅行の7日ほど前のこと。その日、私は実家に用事があったので休暇を取っていた。だが家に帰るとマンションの前に義舞が立っていた。ああ、お姉さんちょうどよかった。どうしたの？急に。この辺を歩いてたんだけど、急にスマホの充電がなくなっちゃって。そういえばお姉さんたちの家近いじゃんって思って充電させてもらおうと思ったの。え？お願い、ちょっとだけでいいから。ああ、まあ仕方ないわ。私は新婚旅行が近いこともあり、ちょっと気分が上がっていた。だから義舞にも少し寛容でいた。だがこの選択が間違いだった。義舞を家にあげると、義舞は充電器を挿してスマホの充電をしていた。そして誰かに用事があったようで電話をしていた。私はその間に家事をしようと思い、晩ご飯の支度をしていた。すると義舞がテンション高めに叫んだ。うわー、これって豪華客船のチケットじゃない。私は慌てて居間に向かった。あ、それはダメ。何がダメだっていうの？こんな豪華客船に乗るとか贅沢ね。これ私にちょうだいよ。え？お姉さんにこんな贅沢はもったいないわよ。それは新婚旅行のためのものなの。へえ、それじゃあ新婚旅行もらうね。いや、ちょっと待ってよ。もうもらったから。義舞はそう言ってチケットを奪っていってしまった。私は義舞を止めようとしたが、ちょうど生肉を触ってて手を洗わなきゃと頭で考えてて反応が遅れてしまった。義舞はニヤニヤしながら靴を履いて家を出て行ってしまった。絶対に許さない。これは完全に泥棒じゃないか。私は彼女に復讐する決意をした。仕事から帰ってきた夫に話すと、夫は憤慨していた。もう限界だな。徹底的にやってやろう。そうね。義舞は私からチケットを奪ったが、大事なことを知らない。私には説明をする暇さえもなかったし、そもそも盗まれた側なので説明する必要もないだろう。それから私と夫はいろいろと行動に出た。義舞に奪われた新婚旅行が終わるまで約2週間ほどあるので、十分に時間はあった。そして約2週間後、義舞から夫のもとに鬼電がかかってきた。ちょっとお兄ちゃん、これ一体どういうこと？ああ、何がだよ。どうしてクルーズの支払いが後払いになってるのよ。そういう買い方をしたからな。はあ、そんなの聞いてないわよ。そもそもお前がチケットを盗むのが悪いんだろ。自分で支払うことになるんだったら行かないわよ。料金120万とか無理なんだけど。120万？お前随分とオプションをつけたな。だってお兄ちゃんたちがお金支払ってると思ってたから。このまま支払えないと私通報されちゃうよ。ああ、仕方ないな。え？なんで？助けてくれないの？お前と俺は遥かを困らせた張本人だ。俺たちの大事な新婚旅行をぶち壊したんだ。助ける義理はない。大好きな母さんと父さんに立て替えてもらえばいいだろう。さすがにお母さんたちもこの金額は厳しいでしょ。それは知らん。警察にお世話になれば。そんなの嫌だ。わがまま言われても俺たちはもう関係ないから。それじゃな。ああ、ちょっと。夫はそう言って電話を切り、義舞の電話を着信拒否にした。翌日、今度は義両親から夫の元に電話がかかってきた。おい、どういうことだ。なんでこの前住んでいた家にいないんだ。ああ、そこは解約して引っ越したよ。絶対に父さんたちが押しかけてきて立て替えたお金を支払えって言ってきそうだったからな。そんな、どこにいるんだ。言うわけないだろう。俺は今回のことで完全に頭にきたんだ。カナとも父さんたちとも縁を切る。もう俺たちに関わらないでくれ。そんな、困るよ。借金をしてカナの旅行代を立て替えたんだ。今すぐ支払ってくれよ。俺たちは関係ないって言ってるだろ。娘を甘やかしすぎたあんたたちも責任があるんだ。自業自得だよ。それじゃあもう電話してこないでくれ。
夫はそう言って電話を切り着信拒否にした。その後、義両親と義妹は全員でアルバイトをして借金を返済しているらしい。そして今回のことで義両親と義妹の仲はギクシャクしてるんだとか。まあどちらもいろいろと私たちを困らせてきたし自業自得だ。一方、私と夫は新居で平和で楽しい日々を過ごしている。新婚旅行はもう少し先延ばしにして海外旅行に変えた。本場イタリア料理を堪能してとても幸せな新婚旅行となった。これからも私は夫と仲良く幸せな結婚生活を送っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。妊娠したからご祝儀もらいに来ちゃった。せっかくだから里帰りでもしよっかな。あ、相変わらずお前はブスだな。ほんと女を捨ててるって感じ。姉夫婦はいきなり実家にやってきたかと思ったら、そうやって私をひどく罵倒してきた。旦那ももらって子供もできちゃって、私ばっかり幸せになってごめんなさいね。勝ち誇った顔をする姉に母は目を丸くしながらこう言った。あんたたち聞いてないの？真実を知った姉夫婦は一気に顔を青くした。どうしてあんたが。私の名前はひとみ、28歳の会社員だ。私には現在お付き合いしているアキラという男性がいる。私たちは同じ会社で働いているのだが、部署が違うので知り合ったのは3年前のことだった。私たちが話すようになったきっかけはその時の会社の忘年会でのことだ。忘年会はホテルの大会議室を使って離職パーティーのような形で開かれたのだが、私が同じ部署の人と一緒に話しながら料理を取っていると声をかけられた。声をかけてきたのは他部署だが顔見知りが多い男性で、私と一緒にいた女性と仲がいいらしい。そしてアキラはその男性と一緒にいた。気がつけば男性が私と一緒にいた女性と楽しく話し込んでしまったので、私とアキラは仕方なく会話をすることに。はじめまして。私経理の部署で働いているひとみと申します。どうも、総務で働いているアキラと言います。とりあえず料理でも取って食べますか？はい。私はもともと人見知りで、こういう場はあまり得意ではなかった。だからものすごく緊張していた。するとアキラも、俺ってこういう場結構苦手でと言っていて、私は仲間がいたと嬉しくなった。私もです。何話したらいいかわかんないし、会社の人たちだから失礼とかあったらどうしようとか悩んじゃうんですよね。わかります。特に他部署の上司の人とかと話すことになった時とかすごい緊張しちゃって。一緒にいたやつは自らどんどん話しかけに行く陽気なやつだから、一緒にいればなんとなく輪に入れている感じでごまかせるかなって思ってたんです。誰かを頼りたくなる気持ちわかります。私も一緒にいた女性がコミュ力高いから、まずは彼女と一緒にいました。結果的に一人ぼっちにされちゃいましたけど。同じですね。私と彼は適当なテーブルを探してそこで二人で会話をしていた。お互いに何度かこの忘年会をうまく乗り切るという考えが一致していたので、忘年会が終わるまで二人でいた。お酒も料理も一緒に取りに行き、お互いのこととかいろんな話をした。お酒の力が入っていたからかわからないが、なぜか彼とは緊張せずに話をすることができた。もしかしたら最初にお互いの弱点というか弱い部分をさらけ出したからかもしれない。だから無駄にいいところを見せようともせずに素の状態で会話ができたのだろう。そしてその時の忘年会がきっかけで私たちはかなり仲良くなった。柄にも似合わず連絡先も交換してしまった。そして彼はそれから定期的に私にメッセージをくれるようになった。彼と他愛もないやり取りをしていると、気がつけばそれが日常になっていき、メッセージのやり取りをするのが楽しくなっていった。それから会社で会ったら挨拶をして軽く雑談をするようになった。そんな中、彼は私を食事に誘ってくれたので二人で会うことに。男性と二人きりで食事に行くことは久しぶりだったので緊張したが、彼と会うと不思議と落ち着けて楽しく会話をしながら食事をすることができた。それから何度かデートに行くようになり、私たちの距離が縮まっていった。そして彼から告白をされて私たちは付き合うことに。彼との交際はとても楽しかった。
会社でも休憩中に一緒にお弁当を食べたりして幸せな時間を過ごすことができた。そして交際を始めて1年ほどが経った頃、彼が私にプロポーズをしてくれた。瞳とんならこの先も楽しい人生を送れると思うんだ。だから俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。人見知りで恋愛でも奥手だった私が20代のうちに結婚することになって私はびっくりした。きっと相手が見つからずにずっと独身でいるだろうなと思っていたからだ。私が結婚することになったことを親に報告すると両親はとても喜んでいた。ひとみおめでとう。いい人が見つかったみたいでよかったわ。ありがとう。今度彼を連れてくるから。私は後日アキラと一緒に実家を訪ねた。はじめまして、アキラと申します。どうもはじめまして、ひとみの母です。今日はわざわざ来てくださってありがとうございます。さっさ上がってください。母が笑顔で出迎えたので、アキラは来る前まで緊張していたが少しほっとしたようだ。そして今へと向かったのだが、私は今にいる人物を見て固まった。え、どうしてお姉ちゃんもいるの？あら、そんな言い方するなんてひどいわ。あんたが結婚するって聞いたから婚約者の男性に会いに来たんじゃないのよ。そう。私は一気に不安になった。というのも姉の静香はかなり厄介な人物だからだ。姉は私と違い顔立ちが整っていてかなりの美人だった。学生の頃からも目立っていて男が耐えることはなくモテモテだった。小学校や中学の時は私の同級生が私の姉と話したいからと私に連絡先を聞いてきてほしいと言ってくることもあった。姉はそうやって周りからチヤホヤされてきたので、何でも自分の思い通りになると思っている節がある。それは大人になっても変わらなくて、高校を卒業して美容系の専門学校に通い始めてからも好き勝手し放題だった。当時は年上の男性と付き合い、何でもかんでも買い与えてもらっている様子だった。だから姉自身はバイトすらしていないのにブランドバッグをたくさん持っていたし、毎回のデートで高級レストランに連れて行ってもらっていたようだ。そうやってタダで何でももらっていたからか、姉は高望みするようになり、より金持ちでもっと贅沢をさせてくれる男性と結婚したいと常に言っていた。姉は私の3歳上で、現在は31歳なのだがまだ結婚をしていなかった。20代のうちは姉に求婚する男性が大勢いたようだが、30歳を超えたあたりからその数はかなり減ったらしい。そのため姉は少し焦り始めていた様子だった。そんな姉がこの結婚の挨拶の場にいるのは私は不安だった。姉なら何でも奪いかねない。私の婚約者でさえも気に入ったら奪う可能性があるだろう。実際姉はアキラに興味があるのか次々と質問をして話しかけていた。そしてアキラも美人の姉に質問されて嬉しいのか少しにやけているように見えた。とりあえず私が目を光らせていたので、姉がアキラにちょっかいをかけている様子はなかったが、今後結婚生活が始まってからも気をつけないといけないと思った。それから私とアキラは結婚式を挙げて無事に夫婦となった。そして新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。新婚生活はとても楽しかった。同じ屋根の下でずっと一緒にいられることは幸せだ。夫は料理ができないので、私が晩ご飯の用意をいつもしていたのだが、私が作る料理をとても美味しいと褒めてくれる。だから私も作りがいがあって全然苦ではなかった。付き合っている時と同様にお昼ご飯もよく一緒にお弁当を食べた。仕事でもプライベートでも一緒に過ごすことができて私は幸せだった。だが結婚をしてから半年ほどが経った頃から私たちはすれ違うようになった。厳密に言えば夫の仕事が忙しくなり、なかなか二人での時間を作れなくなったのだ。夫は残業が増えて帰る時間が遅くなっていたし、お昼の時間も仕事が忙しくて入る時間が合わなくて、一緒に食事をするタイミングがなかなか取れなかった。まあ夫は働き盛りだし、どんどん結果を残して出世をしたい年齢だ。今後子供が生まれてくることがあれば、給料はできる限り高い方がいい。そういうことを考えると多少寂しくても我慢をするしかなかった。まあ仕事がある平日は仕方ない、それなら休日に夫と一緒の時間を作ろう。私はそのように思ったのだが、夫は休日は用事があることが多く、よく一人で出かけていた。今日は一体何の用事なの？ちょっと実家にね、母さんたちに呼ばれてるんだ。そうなんだ。
義実家から呼ばれていると言われてしまうと私も引き止めることはできない。義両親との関係を悪くしたくないからだ。だが毎週のように夫は出かけるので、さすがに私も寂しい気持ちでいっぱいになっていった。ねえ、最近私たち夫婦としての時間を作れていないじゃない。もうちょっとデートとかしたいなって思うんだけど。ああ、そうだよな、ごめん。都合がつけられそうな時はつけるから。うん。夫は口ではそう言ってくれるが、全く私たちの時間を作ろうとはしてくれなかった。そしてそんな中で私は衝撃の事実を知ることになる。それはある日の週末のこと。夫が酔っ払った状態で帰ってきた。ちょっと大丈夫？あ、もう飲めないよ、静香ちゃん。え？私は耳を疑った。なんと夫は姉の名前を口にしたのだ。私の聞き間違いではない。きっとさっきまで姉と飲んでいたのだろう。私はものすごく不安になった。そして私はある日の仕事後に夫をつけることにした。次の週末も夫は残業があるから帰りが遅いと言っていた。私は先に帰るふりをして会社近くのカフェで待ち伏せをしていた。ちょうど窓際の席から会社の入り口が見えるのだ。そして19時半ごろ、夫が会社から出てきた。私は夫の姿を見つけるとすぐにカフェを出て夫を尾行した。すると夫は駅で誰かと待ち合わせをしていた。私が物陰からバレないように様子を伺っていると、姉が現れて夫と合流した。やっぱり私の姉と会っていたのだ。そして二人は高級レストランへと入っていた。私との時間を作らずに姉とそんな高いところで外食をしているなんて。私はショックで倒れそうになった。ふらふらした足取りで何とか家に帰るとソファーに倒れ込んだ。恐れていたことが起きてしまった。夫は姉と不倫をしている。これはまず間違いないことだろう。私は確実な証拠を得るために更新所に調査を依頼することにした。その日の夜中に夫は帰ってきた。あ、起きてたの？晩ご飯はいらないって俺言ったよね。うん。でも一生懸命残業をしてきたアキラのことねぎらいたかったから。遅くまでお疲れ様。え、ああ。夫は気まずそうな顔をしている。私からこのように言われるとは思っていなかったのだろう。疲れたからシャワーを浴びて寝ようかな。そう言って夫はそそくさと風呂場に行ってしまった。多少の後ろめたさはあるのだろう。気まずそうにしているのが余計に腹が立った。罪悪感があるなら不倫なんてしなければいいのに。私はそれから夫とまともに話せなくなった。夫も私の態度に気がついているのか、なんだかよそよそしくなっている。そして私は不倫の証拠が手に入ったので夫と姉を家に呼んだ。夫は姉まで呼ばれて戸惑っていたが、姉は堂々としていた。きっと姉は不倫のことについて問い詰められても気にしないのだろう。どうしてお姉さまで呼んだんだ？いいよ、しらばっくれようとしないで。あなたたち不倫してるでしょ。え、何を？そうよ、私たちは不倫してるのよ。ちょっとお姉さん。もういいじゃない。お姉さんって呼ばないで名前で呼んでよ。そう言って夫の腕に絡みつく姉。夫は気まずそうにしているが、姉は勝ち誇った顔をしながら私を見てきた。やっぱりそうなのね。いつから？半年ほど前かな。お盆の時に連絡先を聞いたの。なるほど。ま、あんたよりもアキラは私を選んだってわけだから、おとなしく身を引いてよね。ええ、わかったわ。私も不倫をしたような人とは一緒にいたくないし。私がそのように言っても、夫は気まずそうにしたまま黙っていた。私はすぐに荷物をまとめて出て行った。行くあてがないので実家に帰ると両親はものすごく怒っていた。あの子ったら何をしてるのかしら。妹の旦那と関係を持つだなんてありえん。ひとみ、つらかったわよね。私たちが何も気づいてあげられなくて本当にごめんね。ううん、お母さんたちは何も悪くないよ。お姉ちゃんが悪いし、そのお姉ちゃんに流されたあいつが悪いのよ。とはいえ、私はすごくショックだったし、本当に傷ついた。夫のことを本気で好きだったからこそ余計に辛い。しばらく私は傷が癒えなかった。それから私は夫と離婚をした。会社であっても私たちが会話をすることはない。元夫からすれば美人な姉と結ばれたことは嬉しいことなのだろう。すでに再婚をしていると彼の同じ部署の人から聞いた。私はもうこの会社にいるのも嫌だった。
だから転職活動をすることにした。そして1ヶ月ほどが経った頃、私がいいと思った企業で働けることになった。とりあえず元夫から離れられることになって一安心だ。あの顔を見るだけで腹渡が煮えくり返る思いになるからだ。そして転職先で働き始めた私はそこで一生懸命に働いた。無我夢中になって走り続けていると気がつけば夫と離婚してから2年ほどが経っていた。そんな中、ある日いきなり姉が実家に帰ってきた。しかも元夫も連れてだ。どうしてお姉ちゃんが。私はまさか姉と再会するとは思わなかったので動揺した。姉はそんな私を見て勝ちほこった顔をしながらお腹をさすった。妊娠したからご祝儀もらいに来ちゃった。え、妊娠？ええ、アキラとの子よ。せっかくだから里帰りでもしよっかな。そうやって私を挑発してくる姉、そして隣にいた元夫も勝ちほこった顔をしている。あ、相変わらずお前はブスだな。会社を逃げるようにして辞めていった時は笑ったよ。恥ずかしくて仕方なかったんだろ。っていうかなんだよその格好、ダサすぎだろ。ほんと女を捨ててるって感じ。姉夫婦はいきなり実家にやってきたかと思ったら、そうやって私をひどく罵倒してきた。旦那ももらって子供もできちゃって、私ばっかり幸せになってごめんなさいね。勝ちほこった顔をする姉に母は目を丸くしながらこう言った。あんたたち聞いてないの？え、何を？瞳は結婚してつい最近出産をしたばかりだよ。え？すると今で寝ていた私の赤ちゃんが泣き始めた。あらあら、怖いおばちゃんとおじちゃんが来たからびっくりしちゃったね。私はそう言って我が子を抱っこしてあやした。真実を知った姉夫婦は一気に顔を青くした。なんでお前が再婚できてるんだよ。そんなに驚かなくても。ああ、でも私の旦那のことを知ったらお姉ちゃんはさらに驚くかもね。え？私はそう言ってスマホで夫とのツーショット写真を見せた。え？もしかしてマサト先輩？そう、お姉ちゃんが高校の時に憧れてたっていう先輩。どうしてあんたが。私に見向きもしなかったのに。マサトさんはお姉ちゃんの内面の空っぽさに気づいたんだって。だから付き合ったとしても絶対楽しくないだろうって思ってたみたいよ。学生の頃からそうやって人をちゃんと見れるすごい人だったんだって尊敬したわ。私に中身がないだって？本当のことでしょ。見た目が綺麗なだけで今まで好き勝手生きてきて、最終的に妹の夫を奪うことでしか結婚できなかったんだから。私は彼が経営している会社に再就職をしたの。それで一緒に働いているうちに付き合うことになって結婚したのよ。そんな先輩は経営者になったの？結果的にお姉ちゃんよりも私の方が幸せになったね。話によると、アキラは出世が見込めない状態になったそうじゃない。あ？なんだよそれ。ああ、まだ本人は知らなかったか。私が内容証明を会社に送ったからね、不倫についての。あ？どういうことだよ。だってまだ慰謝料をもらってなかったから。ちゃんと職場の人たちにも、なんで私たちが別れたのかも知ってもらった上でもらえるものをもらわないと。嘘だろ。でも俺たちが離婚したのは2年前だぞ。今更慰謝料だって言われても。残念だけど、不倫をしてから3年間までは慰謝料を請求できるのよ。そんな。私も気持ちに余裕ができたからちゃんと請求しようと思って。子供が生まれる今になって出世が見込めないなんて困るよ。そんなこと言っても自業自得でしょ。それぐらい損をする覚悟で不倫しなさいよ。お母さん助けてよ。いくらなんでも瞳はやりすぎじゃない？そんなことないでしょ。そもそも私もお父さんもあなたのことは許してないわよ。どの面下げてやってきたの？え？お父さんは私以上に怒ってるんだから、帰ってきてあなたたちの姿を見つけたらぶん殴るかもしれないわね。え？まあ、殴られてもいいって言うならここにいれば。私はどれだけお父さんがキレても止めないわよ。今日はただ妊娠の報告に来ただけだから、そろそろ帰るわね。そう言って姉は元夫と一緒にそそくさと帰っていった。それから私は弁護士を通して元夫と姉に慰謝料を請求した。これから出産を控えるのに2人合わせて600万も支払うことになり、元夫と姉は絶望しているようだ。そして元夫は会社での立場も悪くなり、減給の上で窓際の部署に左遷されたらしい。贅沢な生活なんてもちろんできなくなり、いつも高いものを買い与えられていた姉は不満がたまりにたまって元夫と喧嘩ばかりしているらしい。
だがもう姉には頼れる実家はないし、元夫も義両親から勘当されている。そのため貧しい暮らしをしながら元夫との結婚生活を続けるしかないのだった。一方、私は大好きな夫と可愛い我が子と3人でとても幸せに暮らしている。これからも家族仲良くしながら子供の成長を夫と一緒に見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。双子の娘たちを引き取りたいんだよね。いいよ。え、本当にいいのか。子供2人増えるんだぞ。夫は私があっさりと承諾すると思っていなかったようで、とても驚いていた。バカね。だって、私の名前は香織、37歳の会社員だ。私には現在お付き合いしている誠という男性がいる。彼との出会いは仕事関係だった。取引先の担当者が彼で、何度か仕事をしていくうちに仲良くなっていき、彼から食事に誘われたことをきっかけに少しずつ距離が縮まっていった。彼は私よりも6歳上で、現在43歳なのだが、いろいろと経験しているのか大人としての魅力があった。頼れる年上が好きな私は、彼のことを実は密かに思っていて、プライベートでも仲良くなれたらいいなと思っていたので、彼から食事に誘われた時はすごく嬉しかった。そして実際に仕事以外の場で会うと、彼は意外にも陽気で楽しい人だった。普段仕事の時は落ち着いた雰囲気で年上感があるのだが、プライベートで会うと明るくてよく話す人だったのだ。そういうギャップもいいなと私は思った。冷静でかっこいいところもありながら、普段は面白くて明るい人ならかなり魅力的だと思う。プライベートで話してて楽しいのはポイントが高いし、仮に結婚をした時にはきっと毎日が楽しくなるだろう。最初から印象が良かっただけに、そういうギャップもかなりプラスだった。それから私たちはデートを重ねるようになり、自然と交際がスタート。仕事後にお互いの家を行き来したりして順調に愛を育んでいった。彼は私よりも6歳も上だが、見た目はとても若くて同い年くらいに見える。だから最初に年齢を聞いた時はすごく驚いた。いわゆるイケオジという感じで、彼はとてもかっこいい。そんな人とお付き合いできているのは緊張もするが嬉しいと思っている。私は大学生時代までは恋愛もサークルも勉強も全部頑張って何でも叶えるという感じだった。いつも全力で休むこともなくフルパワーで活動していた。だが社会人になると、それは全て仕事の方に向けられた。いかに仕事で成果を出すか、いかに上を目指すかを考えるようになり、恋愛はそっちのけ状態になっていた。それでも友人たちから心配をされて恋愛をしたこともある。だが仕事を優先してしまい、全然うまくいかなかった。そのためだんだんと友人たちも諦めて、私には期待しなくなっていた。私は友達の小さい子と一緒に遊んだりして、それで満足していた。だがそんな中、まさかの運命の人と出会うことができたのだ。誠は私をものすごく大切に扱ってくれて、私はとても幸せだった。だが、お付き合いを始めてから半年ほどが経った頃、私は驚きの事実を彼から告げられることになる。実は香織にまだ話していないことがあるんだ。え、話していないこと？ああ、俺バツイチでさ。え、そうなの？ああ。それで子供もいるんだ。え？子供？ごめん、やっぱり驚くよな。あ、いや、大きな声出してごめん。でも確かにびっくりした。すまない。お子さんとは一緒に住んでるの？いや、住んでないよ。そうなんだ。私は少しほっとした。これで連れ子だとしたら、ちょっといろいろと考えなくてはならない。恋愛ですら仕事を優先しておろそかにしてきた私が、結婚したとしていきなり母親になるなんてことはできないからだ。じゃあ奥さんのところにお子さんは住んでるんだね。ああ。男の子なの？女の子なの？女の子だよ。双子だから女の子たちって言うべきか。え、そうなんだ。今はいくつなの？17歳だよ。え、17歳？高校2年生ってこと？うん、そうだよ。そんなに大きい子がいたんだね。まあ、妊娠をきっかけに結婚したから。26歳の時に付き合っていた彼女が妊娠しちゃって、それで結婚したんだ。
そうだったんだ。どうして離婚したの？それが奥さんが不倫をしちゃって。え？そうなんだ。本当なら俺が娘たちを引き取ってやりたかったんだけど、俺は仕事で忙しいし、実家も地方だから親に頼ることもできなくてね。それで結局相手が引き取ることになったんだ。そっか。娘さんたちとは会ってるの？ああ、面会という形で毎月必ず会ってるんだ。二人ともどんどん可愛くなっててさ。まあそれとともに生意気にもなってるんだけどな。え、そうなんだ。私は意外なというかびっくりする事実を聞いて動揺したが、それくらい大きい子ならもうほとんど自立しているようなものだろう。仮に私と彼が結婚することになってもあまり気にしなくてよさそうだ。それから私たちは順調に交際を続けていた。そして交際を始めてから1年ほどが経った頃、彼はついに私にプロポーズをしてくれた。今はもう人生の折り返し地点のような年齢だけど、それでも自分の気持ちに正直に行きたいと思ってる。そして俺の気持ちは香織と結婚したいってことだ。これからの人生を俺と一緒に歩んでくれないか？私は彼のプロポーズの言葉がものすごく嬉しかった。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私の親に結婚の報告をするとものすごく驚いていた。どうやら私は一生独身を貫くと思われていたらしい。だが両親はすごく嬉しそうにしていた。本当は香織のことはずっと心配してたんだ。もちろん仕事のこととか生活のことは心配はしていない。だけどやっぱり一生添い遂げるパートナーには巡り合ってほしいと思ってたんだ。人間、孤独が一番悲しいことだからな。お父さん。私はここまで親に心配をかけていたことを反省した。そしてやっと親孝行ができてよかったと思った。彼との結婚生活はきっと幸せだろうが、長く続けられるようにできる努力はしていきたいと思った。それから彼と改めて両親に挨拶をした。私の親も最初は彼が私と同い年か、なんなら下の年齢に見えたそうだ。そして私の6歳上だと聞くと驚いていた。彼は私への思いが本気であることなどをちゃんと伝えてくれて、結婚を認めてほしいとお願いしていた。親は彼にすでに子供がいることに驚いていたが、彼が誠実で真面目であることは伝わったようで、結婚を認めてくれた。そして私は彼の娘たちと初めて会うことになった。彼が再婚をすると話すと、再婚相手と会いたいと言ったそうだ。そのため私たちはカフェの個室で対面することに。あ、来た。本当だ。はじめまして、香織と言います。私がカフェに着くとすでに彼と娘さんたちがいた。光です。明かりです。そう言って挨拶を返してくる彼の娘たち。さすがに17歳だけあって若いし、ノリが今どきの子って感じだ。こらこら、ちゃんと挨拶をしろよ。そう言って笑いながら叱る彼からは父親の風格が漂っていた。実際に子供と接するときはこんな感じなんだ。彼の新しい一面が見れて私は嬉しかった。それから娘さんたちは私にいろいろと聞いてきた。馴れ初めのこととか彼の好きなところとかなどだ。私が話すたびにテンションが上がり、わーとかへーとか大きな反応をする。そんな風に楽しそうに聞いてくれるとこちらもなんだか楽しくなる。めいっ子とかがいたらこんな感じなんだろうなと思った。二人ともよかったらパフェとかデザートを頼まない？ドリンクも好きなの頼んでいいよ。やったー。二人とも嬉しそうにしながらカフェの一押しのスイーツやドリンクを頼んでいた。子供ができた時のことなんて今まで全然想像したこともなかったが、こうやって触れ合っていると子供も悪くないなって思えた。結婚してから誠の子供を産めたらいいなと私は思った。彼の双子の娘たちとの初対面の挨拶はうまくいったと思う。これからもきっと会う機会は増えるだろうし、楽しい時間を過ごせてよかったと思う。それから私と誠は婚姻届を提出しに行って結婚した。結婚式は挙げなかった。私は正直こだわりはないし、彼は2回目なのでする必要がないと思ったからだ。それならその分のお金を新婚旅行に充てた方がいい。そういう理由から結婚式は挙げなかった。
でも親にはウェディングドレス姿を見せたかったので、ウェディングフォトは撮った。親は実際にドレス姿の私を見たり、写真を見て綺麗だねと嬉しそうにしていた。それから私と誠は一緒に住み始めて結婚生活をスタートさせた。結婚生活は本当に最初はうまくいっていた。でもそれは一緒に住み始めた嬉しさのおかげだったと思う。1ヶ月もするとちょっとずつ夫の嫌なところが目立ち始めた。まず夫は家事を一切してくれない。私たちは共働きなのだが、夫は掃除も洗濯も何もしてくれないのだ。夫の方が基本的に早く帰ってきているのに、私に料理をすべてやらせてくる。しかも私が残業で少しでも遅くなると、飯はまだかよとイライラした様子で催促してくるのだ。私はその度に嫌な気分になっていた。そしてさらに驚いたことに、定期的に勝手に双子の娘たちを連れてくるのだ。私が週末で家でゆっくりしていると、いきなりピンポンが鳴った。すると夫は嬉しそうに玄関を開けに行った。お父さん来たよ。光、あかり、待ってたぞ。玄関からは夫と双子の娘たちの楽しそうな声が聞こえてきた。私がぎょっとしながら玄関の方を見ると、双子の娘が夫に連れられてやってきた。わあ、広い家。本当だ、綺麗。そうだろう。いい家に父さんは住んでるだろ。お父さんかっこいい。私はいきなり二人が来たことにびっくりした。私はすぐに夫を呼んだ。ねえ、ちょっとどういうこと？二人が来るなんて聞いてないけど。ああ、なんか家に遊びに来たいって言ってたから呼んだんだよ。え？なんか適当にお菓子とかジュースとか用意して。夫はそう言って二人を連れてルームツアーみたいなことをしだした。私は勝手に家に呼んだことを不満に思いながら、仕方なくスナック菓子とオレンジジュースを用意して食卓に置いた。ほどなくして三人が戻ってきた。お、お菓子が用意されてるぞ。二人とも座って座って。オレンジジュース？小学生じゃないんだから、炭酸とかないの？私はキャラメルマキアートが飲みたい。双子はそうやってわがままを言い出した。香織、二人が欲しがってる飲み物はないか？ごめんなさい、今はそれしかなくて。私がそう言うと、双子はあからさまに機嫌が悪そうな顔をした。すると夫は、香織買ってきてくれと言い出したのだ。え？今から？娘たちが飲みたがってるんだ、買ってきてくれよ。夫は察してくれみたいな顔を私に向けてきた。正直言って、はあって感じだ。どうして私が買いに行かないといけないのだろうか。せっかくの休日なのに、わざわざパシリのために出かけるなんて嫌だ。私がそう思って返答しないでいると、双子たちが冷たい視線を向けてこう言ってきた。え、行動遅くない？頭の回転も遅いよね。今すぐ買ってきてって言われてんのに動けないとか、どんだけのろまなの？仕事できなさそう。私はその言葉にカチンときた。分かったわよ、買ってくればいいんでしょ。私は財布を持ってスーパーに急いだ。そして炭酸飲料を買い、途中にあるスタバでキャラメルマキアートを買ってきた。私が飲み物を買って帰ると、双子たちはやっと帰ってきたと言いながら、私が買ってきたものを取り上げ、お礼すら言わずに飲み始めた。夫なのか元奥さんなのか両方なのかわからないが、どんな教育をしてきたのだろうか。こんな恩知らずな生意気な子はなかなかいないだろう。いかに夫が甘やかしてきたのかがわかる。そして双子たちと夫は三人にしかわからない身内ネタで盛り上がり、私は完全に置いてけぼりだった。しかも私に話しかけてくるときは、お腹減ったから何か作ってとか、飲み物何かちょうだいとか、そういうふうに命令するときだけだった。夫は二人を注意することもなく、ただただ楽しそうに娘たちと会話をしている。これでは完全に私はただの家政婦状態じゃないか。そして私が何かを作っても双子は好き嫌いが多くて、やたらと文句を言ってくる。そのため作り直さないといけなくて、かなり面倒だった。さらには夫は二人が泊まるのを許可し、私は双子の分の服を洗濯したり、晩ご飯や布団の用意などもしなければならなかった。せっかくの休日を潰されただけでも腹が立つのに、そうやってこき使われて本当に嫌だった。だんだんと夫に対しての不信感が募っていった。そして双子たちは当たり前のように私と夫の家に通ってくるようになった。
やっぱりお父さんの家広くていいね。学校からも近いし、こっちから通いたいな。おお、いいじゃないか。それ好きな時に泊まりに来ればいいよ。本当？やった。夫は双子の要望を勝手に飲んでしまい、そのしわ寄せはすべて私に来るのだった。そして調子に乗った双子たちは私をパシリのように使おうとしてきた。最初の頃は夫の大事な娘たちだからちょっと我慢して要望通りにしようと思ったが、最近は生意気すぎる。だから私はだんだんと断るようにした。すると双子たちはあからさまに機嫌を悪くし、夫に告げ口をするのだった。お父さん、なんか意地悪されるんだけど。ひどい、お父さんの嫁のくせに生意気。双子たちがそうやって夫に助けを求めると、夫は鬼の形相で私に怒ってきた。おい、俺の大事な娘に何してんだ。私は理不尽な要求を断ってただけよ。理不尽ってひどい。私たちはお母さんのように香織さんを頼ろうと思ってただけなのに。二人していきなりそんな嘘泣きを始め、夫はそれを見て顔を真っ赤にして私をさらに怒る。次お前が娘たちを傷つけたらどうなるか分かってんだろうな。言われた通りのものを買ってやれ。そう言って怒る夫。娘たちが要求してきたものとはブランド品のバッグだぞ。それを簡単に買ってあげたらどんどん調子に乗るじゃないか。だがこのまま私が買わないでいると夫はさらに怒るだろう。そのため私は買いに行ってあげることにした。双子たちは勝ち誇った顔をしながら私を見て、そしてショップに着くと高そうなバッグを選んでいた。だが私だってやられっぱなしではいられない。私が買いに行ってあげるとは言ったが、私のお金とは言っていない。私は夫婦の共有口座のお金を使った。私と夫は毎月少しずつ給料の一部を共有口座に入れて貯金をしていた。まあ私の方が給料が高いので圧倒的に私の方が入れているのだが、夫も少しばかり入れてくれていた。私は夫が入れた分のお金を計算して、そこからお金を下ろしてバッグを買った。だから私のお金は今のところ減っていないのだ。そして私のお金にたどり着く前に私は別れることに決めた。私を従わせられると思った双子たちはその後もどんどん調子に乗っていった。ブランド品の購入や高いスイーツに高級寿司や焼肉、贅沢と呼ばれるものは何でも要求してきた。その度に私は夫が共有口座に入れていたお金を使った。その頃には双子たちはふんぞり返っていて、私のことを従えていると勘違いしている様子だった。そして夫も同じように私のことを家政婦と ATM のように思っているようだった。だが私は着々と離婚の準備をしていた。そんな中、ある日夫が驚きの事実を報告してきた。なんと夫の元妻、つまり双子たちの母親が急病で倒れて亡くなってしまったというのだ。それは正直かわいそうだと思った。まだ40代なのに亡くなってしまうなんて不憫だ。夫と双子たちは葬儀に参列し、それからのことについて話し合ったそうだ。そしてその話し合いの結果も私に報告してきた。双子の娘たちを引き取りたいんだよね。ここで一緒に4人で暮らそうと思って。いいよ。え、本当にいいのか。子供2人増えるんだぞ。夫は私があっさりと承諾すると思っていなかったようで、とても驚いていた。あれだけ好き勝手に呼んでおいて何を驚いているのかと思ったが、一応一緒に暮らすことは今までのように遊びに来るとは違うことを夫自身でも認識はしていたようだ。だが私にとってはもうそんなのどうでもいい。まかね、だってあなたの大事な娘たちじゃない。あなたがそばにいてやらなくてどうするのよ。私がそう言うと夫はそうだよなとうんうんうなずいていた。早速連絡してこっちに来てもらうよ。夫はそう言って双子たちを家に呼んだ。香織さん、今日からよろしくね。双子たちはこの綺麗で広い家に住めるのが嬉しいようで、また私をこき使えるからとウキウキしている様子だった。仮にも自分の母親が死んだばかりというのに、どうしてそんな態度を取れるのだろうか。お母さんが亡くなって悲しいね。私はそうやって双子に聞いてみた。すると二人は、いや別にと言い出した。え、どうして？だってお母さんいつも口うるさいのもん。わがままばかり言うなとか、もっと好き嫌いなく食べなさいとか。それって至極当然なしつけだと思うのだが。
たとえ反抗期だとしても、自分の血のつながった母親が亡くなったのに悲しまないなんて、どれだけ性格がねじ曲がっているのだろうか。それはきっと夫のせいだろう。夫があまりにも甘やかしすぎるからだ。だが私にはもう関係ない。夫はこれから二人の子育てよろしくなと私に言ってきた。双子たちも私を今までのようにこき使おうとニヤニヤしている。私は急いでまとめておいた荷物を持って玄関に向かった。え？おい、そんな荷物持ってどこに行くんだよ。私の実家よ。はあ？何言ってるんだ。私あなたと離婚するもの。え？離婚？私のいきなりの発言に夫は動揺していた。ちょっと待てよ。離婚ってどういうつもりだ。そのままの意味よ。あなたと別れるの。なんで？私その子たちのベビーシッターじゃないし。ベビ？私たち赤ちゃんじゃないわよ。似たようなものよ。ま、っていうか誠が私に隠れて不倫しているのも知ってるから。え？なんとなく怪しいと思うような行動がいくつかあって、それで更新所に依頼したんだよね。そしたら黒だったね。証拠もたくさんあるし、弁護士通して慰謝料とかについての説明がいくから。そんな。っていうかあなた昔、前の奥さんが不倫したとか言っていたけど、あなたの不倫が原因だったそうじゃない。だから親権が取れなかったんでしょ。どうしてそれを。前の奥さんのご両親に話を聞きに行ったら言ってたわ。え？あなたって本当に最低な男ね。子供と接するときは美味しいところだけ奪っていって、しつけなどの大変な面倒な部分はその時一緒にいる女性に丸投げして、そりゃ子供たちからは好かれるでしょうね。でも一緒にいる奥さんたちはあなたから離れたくなるわよ。私がそう言うと双子たちは私を睨みつけながらこう言ってきた。お父さん、こんな女いらないよ。そうそう、私たちはここでお父さんと住めたら幸せだから。双子たちにそう言われて夫はにやけていた。そうだよな。家のことなどは新しい奥さんにでもやらせればいいし。本当に最低だ。私はため息をついてとあることを教えてあげた。言っておくけど、あなたたちも出ていくんだからね。え？誠は忘れているかもしれないけど、ここ私名義の部屋だから。もう解約の手続きは済んでいるし、さっさと出て行って。なんであんたが解約できるのよ。そうよ、お父さんに養ってもらってるくせに。何言ってるの。私の方が圧倒的に誠よりも給料が上だからね。私がそう言うと、双子たちと夫は顔を青くした。え？ちょっとお父さん、それ本当なの？この家はお父さんのって言ってたじゃない。せっかく広いお家に住めると思ったのに。それはその、親子で揉め始めたので、私はじゃああとは頑張ってねと笑いながら去っていった。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。証拠がたくさんあったので離婚はすぐに決まり、そして慰謝料も支払ってもらえた。元夫と双子たちは私名義だった部屋を追い出され、現在は元夫の実家に身を寄せているらしい。元夫の両親はものすごい厳しい方らしく、双子たちはわがままな性格を毎日強制させられているそうだ。あまりにも怖いので、双子たちは監獄のようだと言い、ここから抜け出したいと嘆いているそうだ。そして元夫も今までの行いを両親に大激怒され、給料を全部義両親が管理し、一切遊びができないように厳しく監視されているらしい。まあ、元夫も双子たちも一回そういう経験をしないと学ばないので、義両親のやり方は間違っていないと思う。元夫はどうでもいいが、今後社会に悪影響を及ぼさないように、双子たちにはぜひまともになってほしいものだ。一方、私は一旦実家に戻り、両親と暮らしながら仕事に打ち込んでいる。離婚になってしまったが、一度でも結婚を経験してよかったと思う。これからは自分の人生を一生懸命に生きながら、その上でお互いが自立していて信頼し合えるパートナーを探そうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。この家は俺がもらうから、二人で家から出ていけ。え？文句は言わせないぞ。分かったらさっさと荷物をまとめろ。本当？助かった。はあ？夫は何言ってんだこいつみたいな顔で私を見てきた。
だがこれから夫は理解することになる。私が言った言葉の意味を。私の名前はリナ、34歳の会社員だ。私は大学を卒業してから就職した会社で今も働いており、仕事では結構成果を上げている。そのため課長を任されており、部下たちと一緒に仕事を頑張っている。人の上に立つというのはなかなか大変なもので、うまくいかないことも多い。それでも私が頑張れているのは人に恵まれているからだと思う。会社で一緒に働く人たちはみんな優しいし、私を慕ってくれている。もちろん会社の方向性と個人の方向性が合わないこともある。その時にいかに個人を尊重しつつ、みんなが同じ向きを向けるように考えるのが大事だ。そしてみんなちゃんと最終的には一致団結して一つの方向を見て頑張ってくれる。そうやって私は一生懸命に課長として働いていた。こう聞くと仕事ばかりの人生と思われるかもしれないが、私はプライベートの方も充実していた。現在私は和也という男性とお付き合いをしている。彼とは合コンで出会い、何度かデートを重ねていって付き合うことになった。真面目で優しい彼は、私が忙しくしてなかなか予定を合わせられなくても許してくれる。そんな彼に私はいつも感謝をしていた。私たちは交際を始めて1年半が経っていたのだが、どんどん彼のことが好きになっている気がする。そうやって順調に交際を続けていった私たち。ある日彼は私にプロポーズをしてくれた。いつも仕事に一生懸命なリナは本当に素敵だと思う。俺はそんなリナを一番そばでずっと支えていきたいって思ってる。だから俺と結婚してください。彼はそう言って私に指輪を渡してきた。まさかプロポーズをされるとは思わなかったのでびっくりしたが、すごく嬉しかった。そうして彼と結婚することになった私。34歳と遅めの結婚だったが、無事に相手が見つかってよかったと思う。母に報告するととても喜んでくれていた。父は2年前に他界したので間に合わなかったが、母に親孝行ができてよかった。それから両家の顔合わせを済ませて私たちは結婚式を挙げた。母は私のウェディングドレス姿を見て泣いていた。そうやって母を喜ばせることができてよかった。結婚後、私と夫はもともと夫が住んでいた部屋に一緒に住むことに。夫の部屋は街中から近くて、かなり通勤がしやすいし、広いので2人で住むことも可能だった。新しく部屋を借りるとそれだけでお金がかかるので、節約できるところは節約をしようという話になった。そして始まった新婚生活。大好きだった夫と毎日一緒に過ごせることは幸せだった。彼はあまり家事が得意ではないので、料理や掃除などは私が中心となってやっていた。でも夫は私が作った料理をいつも美味しいと褒めてくれたし、掃除をするといつも感謝をしてくれたので、家事の負担が多くてもそこまで気にはならなかった。むしろそうやって夫に褒められたり感謝をされると余計にやる気が出たほどだ。そうやって新婚生活はとても楽しく過ごせていた。だが結婚して2年ほどが経った頃、少し状況が変わった。それは私の母が足腰を痛めてしまったことがきっかけだった。私の母はいろいろと病気を経験していたので、体にちょっとガタが来始めていた。そして現在は69歳で高齢になりつつあるので、ちょっとしたこともかなりの大怪我につながりやすかったのだ。母は家の階段で転んでしまい、足をくじいてしまったらしい。その時の怪我が長引いていて、最近は家事などがままならず、ほんの少しの時間でも立ったまま作業するのが難しいそうなのだ。実際私は心配になって母の様子を見に行ったのだが、かなり辛そうだった。現在はリハビリに通っているそうなのだが、家では一人きりなので完治するまでは何かと不便だろう。そのため私は夫にとあることを相談した。ねえ、もし和也が良ければなんだけど、お母さんの足が治るまで私実家でお母さんと一緒に暮らしてもいい？家事とかを代わりにやってあげたいんだよね。私がそのように相談すると、夫は一瞬驚いていたが、快く許可してくれた。もちろんいいよ。一人きりでお母さんも今まで大変だったでしょ。まあ、リナの手料理をしばらく食べられなくなるのは寂しいけど、それでも俺もずっと一人暮らしをしていたし、俺のことは心配しなくていいから。今はお母さんのそばにいてしっかりと支えてあげて。ありがとう、カズヤ。
夫がそうやって私のわがままを聞いてくれて嬉しかった。母に報告すると最初は申し訳なさそうにしていたが、夫も心よく送り出してくれたことを話すと、それはありがたいね、すまないねと嬉しそうにしながら私に言った。私も久しぶりに母と暮らせることは嬉しかった。私は母のサポートをする間、会社にお願いをしてリモートで働けるようにしてもらった。仕事にはいつも全力で取り組んで結果を残していたので、私は結構上司からの信頼も厚かった。また母の介護をしながら仕事にも取り組めるように、自分なりに仕事のシステム作りも進めていて、それを上司に問題ないと言われるほどまでブラッシュアップしていたので、私の要望はすんなりと通った。こういう時の私の集中力というか、物事を達成させるための執念みたいなのは我ながらすごいと思う。そして全ての準備を整えた状態で私は実家に一時的に戻った。夫と別居となってしまうことは私も寂しかったが、自分で選んだことだし、まずは母のサポートをしてあげたかったので、私は精一杯頑張ろうと思った。母は久しぶりに私と一緒に暮らせることが嬉しいようで、ウキウキしているのが伝わってきた。ケーキでも焼こうかしら。いやいや、足が悪いんだから安静にしててよ。先生からも立ち仕事は控えてって言われたでしょ。はーい。でも座りながらできる作業はしようかしらね。分かったわ。じゃあ一緒にケーキ焼こうか。初日に私と母はケーキを焼いて、生クリームでコーティングしていちごを乗せてショートケーキを作った。家にある美味しいコーヒーを入れて、会話を楽しみながらゆっくりケーキを食べた。実家にはなかなか帰ってこれなかったから、こんな風にゆったりと母と過ごす時間が取れるのは嬉しい。和也さんとはうまくいってるのかい？うん、本当に優しくていい人だからね。幸せな結婚生活を送れているよ。それは良かったわ。電話とかしたかったら気にせずいつでも電話していいからね。うん、ありがとう。私は母のお言葉に甘えて定期的に夫に電話をした。夫は問題なく一人での生活ができているようで、心配しなくていいよと言っていた。あとは日常生活のたわいないことだったりを話して電話を終了している。少しでも夫の声を聞けるだけで、なんだか心が穏やかな気持ちになる。別居しても最初の頃はそうやって幸せな時間を過ごせていた。だが別居を始めてから半年ほどが経った頃だろうか、だんだんと夫が連絡をくれなくなったのだ。私が電話をしても、ごめん、ちょっと仕事で疲れてるからと言われてしまい、ほとんど話すことができない。そんなに忙しいのかと心配になり、私はいろいろとメッセージを送った。大丈夫？あまり無理しないでね。ご飯はちゃんと食べてる？そうやって送っても既読無視ばかり。私は返事をする余裕もないのかと思ったので、あんまり辛いなら一回帰ろうかとメッセージを送った。だがそれに対してだけ、大丈夫、お母さんのことを優先してという返事が返ってきた。そんな風に返事が来たので、私はなんだか帰りづらくなってしまった。でも夫がもし我慢をしているのなら心配だ。もし仕事が忙しいと、料理なんかする時間もないから栄養があるご飯も用意できないだろう。私は一度日中に家に帰って夫のために作り置きの料理を用意しておこうと思った。その日は母が病院の日なので、母を病院に送り、その足で一旦家に帰った。なんだかんだで久しぶりの我が家。2、3ヶ月に1回のペースで帰っているけど、その時は4ヶ月ぶりくらいだった。しかも家に帰る時は休みの日で、しかも妹が私の代わりに母の面倒が見れる日じゃないとダメなので、なかなか都合がつけられなかった。今日はとりあえず料理をするための2時間程度の滞在なので問題はない。私は久しぶりに家に着いた。だがそこで私は何か違和感を感じた。なんていうか、部屋が妙に綺麗なのだ。掃除が行き届いているし、ゴミ出しもちゃんとされている。冷蔵庫を開けると、野菜やら肉やら料理をしていないとないようなものが入っている。私はスーパーに行ってわざわざ食材を買ってきたのだが、それが必要ないくらいだ。何かおかしい。私は違和感を感じた。そして部屋の中をいろいろと調べた。するとお風呂場に洗濯物が干してあるのを確認した。私はその干された洗濯物を見て絶句した。そこにはなんと、私のではない女性物の下着が干されていたのだ。
これは間違いなく私の知らない女性がこの家を出入りしていて、夫に料理を作ったり、夫とそういう行為をしているのだろう。なるほど。連絡がなかなか来なくなったり、そっけない返事が返ってくるようになったのはそういうことか。私の中で一気に夫に対しての気持ちが冷めていくのを感じた。私はすぐに家を出た。私が帰ってきたという痕跡を残してはいけないと思ったからだ。その日はもやもやしながら実家で過ごした。母は病院に自分を送った時と迎えに来た時の私の様子が全然違ったため心配していた。何かあったのかい？母にそう言われ、私は不安に思ったことを話した。すると母は、心配ならすぐに調べた方がいいと言って、興信所に調査を依頼することを提案してきた。確かにこのままもやもやするくらいなら、いっそはっきりさせた方がいい。私は母に言われた通りにすぐに調査を依頼した。すると、夫の不倫の証拠がびっくりするほどたくさん出てきた。私はものすごくショックだった。夫の不倫相手は会社の後輩のようだ。不倫関係を始めたのは半年ほど前くらいらしい。興信所の人が極秘に調査をすると、夫の同僚とかからちょっとずつ噂が流れ始めていて、あの二人は怪しいと言われているらしい。そして私との別居を始めてから家に連れ込めると思って好き放題やっていたようだ。不倫相手が何度も家に出入りしている写真があり、完全に身の回りの世話は不倫相手がしていたのがわかる。だから夫は私を快く実家に送り出したのだろう。その頃から不倫をしていたと思うとショックで仕方ない。そして私は夫を地獄に落とすためにいろいろと準備を整えることに。そんな中、夫はいきなり驚きの行動に出た。それはある日のこと。夫が不倫相手を連れて家にやってきたのだ。私はまさか夫がそんな行動をしてくるとは思わずびっくりした。そして夫は不倫していたことを隠そうとせずにこんなことを言った。この家は俺がもらうから二人で家から出ていけ。え？文句は言わせないぞ。俺はお前のわがままを聞いて別居してやったんだからな。ちょっと待ってよ。どうしてそんなことを勝手に決めるのよ。彼女が妊娠をしたんだよ。え？だから広めの家が必要なんだ。そしたらお前の実家のことを思い出したんだ。今日から俺たちこの家に暮らす。分かったらさっさと荷物をまとめろ。そう言って勝手に荷物を運び入れた夫と不倫相手。勝ち誇った顔をしている二人に私はこう言ってやった。本当？助かった。は？夫は何言ってんだこいつみたいな顔で私を見てきた。だがこれから夫は理解することになる。私が言った言葉の意味を。私はすぐに妹に連絡をして、母と私の荷物をまとめた後に車で妹の部屋に向かった。妹は夫が不倫をしていたことや家を乗っ取ったことに憤慨していた。だが母と私が意外にも冷静だったことを不思議に思っていた。そして母はこんなことを妹に言ったのだ。あの家はもうダメだからね。これから梅雨の季節に入るし、多分大変なんじゃないかしら。そう、それこそ私と母の作戦である。あの時あっさりと受け入れたのは夫に痛い目に遭わせるためだ。あの家は5年ほど前にリフォームをしたから綺麗に見えるが、実は築50年以上も経っているので、至るところが構造的にヤバかった。雨漏りの体験は去年も実はしていて、それは今年になったらさらにヤバいだろうということも分かっていた。だが私と母はあえて夫にそれを言わずに家を明け渡したのだ。夫は家が自分の名義になったことで歓喜していた。夫とは離婚もして完璧に赤の他人になった。私はすぐにバリアフリーのマンションを借りて母と一緒に引っ越した。新築の物件だったので、ものすごく綺麗で暮らしやすくて最高だ。そしてそれから2ヶ月ほど経った頃、元夫から連絡が来た。おい、一体どういうことだよこれは。え、どうしたの？この家のことだよ。雨漏りがひどくて家電製品とか家具が全部台無しになっちゃったじゃないか。これを機に最新家電を新調したっていうのに全部壊れたんだぞ。あらら、それは残念ね。でもだから何なの？え？その家に住むって言って私と母を追い出したのはあなたでしょ。今の名義はあなたなんだから、その家をどうするかはあなたが決めることでしょう。そんなの詐欺じゃないか。この家がこんなにも欠陥だらけだって教えなかったのはダメだろう。何言ってるの？
どう考えても私がいない間に不倫をして家に連れ込んで、挙句の果てには介護が必要な母と私を追い出すあんたの方が最低に決まってるだろう。今の電話も録音してるからな。これと不倫の証拠写真を持って弁護士を雇ってあんたに慰謝料を請求するから。ちょっと待ってくれ。一旦落ち着こう。私は至って冷静よ。事実をただ言って叱るべき対応を取っているだけ。とりあえずもう話すことはないから電話を切るわね。ああちょっと。私は電話を切り、そのまま弁護士に連絡をした。すでに夫に慰謝料を請求する準備は整えていたのだ。それからすぐに弁護士から元夫と不倫相手の職場に内容証明を送り、不倫による慰謝料を請求した。元夫から連絡は来ていたが、すべて無視をした。弁護士の方曰く、元夫と不倫相手はいかに自分たちの生活が苦しくなっているかを主張してきたらしく、慰謝料の減額を要求してきた。だがそんなの私には関係がない。だから一切の要求を跳ねのけ、私はそれぞれに300万を請求した。元夫と不倫相手は雨漏りで水だらけとなった家を手放し、ボロアパートを借りて安い家電と家具を買い、借金をしながら生活をすることになったようだ。その上で私から慰謝料を請求されてかなり困っているらしい。しかも元夫は不倫をしていることが職場にバレたので、左遷を言い渡され、減給の上で周りに冷たい目で見られながら働いているそうだ。そして不倫相手は仕事を続けられなくなり、さらにお腹が大きくなってきたので働きに行くこともできず、二人はかなり貧しい生活を送らざるを得なくなっているらしい。だがそれは全て自業自得で、私には関係のないことだ。仮にもし慰謝料の支払いが滞ったら、私は給料から差し押さえられるようにしている。これから元夫は辛い思いをしながら必死になって働いて借金を支払いながら、子供と不倫相手を養っていかなければならない。それは相当大変なことだろうが、全て自業自得だ。一方、在宅で仕事をできるようにしていた私は、母と新しく住み始めた家でもバリバリ働けている。給料も変わらずちゃんともらえているので、生活はかなり楽だ。しばらくはこうやって母との二人暮らしを楽しみながら、貯金をして資産を貯めていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。